はい、ロハコさん、お疲れ。はい、ワード2。はい、こんにちは。43位か。マンスリーのランキングも上がんねえよな、本当に。誰かさ、ギターのさ、オクターブチューニング分かる人いる？オクターブチューニングのやり方。分かる人いないかな？なんかね、俺がね、これギターが悪いんじゃなくて、オクターブチューニングができてないかららしいんだよね、これ。ギターの音がずれてんの。オクターブチューニングで、ちゃんと音が出るようにしたいね。わかる？どうやってやんの？後ろのネジきつくしたり緩めたりすればいいの？いや、ギターの正しいチューニングってそのペグを回すだけじゃないらしいの。ここだけじゃないんだって。で、オクターブチューニングっていうのがずれてるから俺のギターはずれてんだって。っていう話だと思うんだけど。なんでこんなブーンっつってんの？何当たってんだこれ。12フレットのハーモニクスオンって、ハーモニクスってピッキングハーモニクスやんないダメなの？俺ピッキングハーモニクスなんかできないよ。あ、技術がいるよね。ハーモニクスでもチューニングが合う。フレット普通に押さえたらダメなの？これじゃダメなの？ピーって音？ピッキングハーモニクスできないもん、俺。できないもん。どうすればいいの？ナチュラルハーモニクスって何？これでもいいの？この音、ピーって音でしょ？これ？高い、太い弦だとできないよ。ハーモニクスって何？ハーモニクスが分かんない。この音でしょ？これの、開放弦の音と12フレットのハーモニクスでもチューニングが合う。どうすればいいんだろう。この音？この音？この音？これとどの音を合わせるの？
文字で説明するの難しい。これでいいの？普通にフレット押さえた音で、これを何と合わせるの？12フレットの何を押さえるの？10オクターブ違う、同じチューニング。何言ってるか全然わかんねえな。早弾きできない俺。ここのチューニングと何を合わせればいいのか全然わかんねえな。左指で12フレット弦で触ってる状態がピッキング。左指はこの話したけど何？音なんか出ないよ。左指で12フレットの弦を触って出る状態、触ってる状態、ピッキングだからこの音でしょ？聞こえてる？これでしょ？だからこれ太い弦だとできないっつってんの。ほら出ないって。ハーモニクスの音が出ないんだって。太い弦だと、ほらほらほら出ないんだって。これ高い音でしょ？これでしょ？この音でしょ？この音と何を合わせるの？この音を普通に開放弦と同じ音が出てるかどうかを合わせるの？12フレット押さえてる時の音と12フレットハ、12フレットハーモニクスって何？ん？この音とこの音を合わせるの？合ってるに決まってるじゃん。この音合うじゃん。合うに決まってるじゃん。だからこれとこれでしょ。お前ブロックね。もしもし。もしもし。こんにちは。こんにちは。あのね、はい、12フレットの12フレット、このダブルのやつですよね。そうそう、12フレットの、はい、どっちかっていうとフレット側に、フレット側、フレットの上に指を乗せるような感じで、フレットの指軽くね、はい、で弾くと同時に離すの。ちょっと待ってください、今やりますね。これが開放。あのさ、うまくいくと、はい、聞こえる？はい、なんかこういうフィン、あのちょっとハーモニックソーンっていうのがするんだけど、 これですよね、多分これが普通に押さえた時が、うん、これなんですよ。そうそうそう、 でそれは完璧に押し弦してるじゃん。これですよね、これですよね、うん、これなんか太い弦だとできないんですよ。太い弦はね、そんなにハーモニックス音がなんないから、ちょっとな、なってるなっていう感じをすればいい。はい。それでチューニングするじゃん。これで開放弦のチューニングをするんですか？そうそうそう。それで普通に、E、E、A、D、G、B、E っていう感じで。うん。
だから普通のレギュラーチューニングで、はい。わかる？この音でレギュラーチューニングができるってことですか？そう、それはでい。合わなければ、はい。それでもし、例えばさ、はい。1弦の12フレットでハーモニクス音出して、はい。これですね。E にならなければ、はい。狂ってるってことなの。なるほど。で、それを合わせるためには、この後ろですよね、多分。そう。で、それで、チューナー見てみて、はい。チューナーあるっしょ？チューナー、携帯のアプリのチューナーなんですよ。ああ、それでも大丈夫ですよね。大丈夫だと思う。じゃあ最初に開放弦で普通にここで調整して、最後にピッキングハーモニクスで、ピッキングハーモニクス音と、その普通の開放弦の音で合わせて、合ってなかったらこっちで微調整するみたいな感じですか？ノー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 。ノ合わなかったら、ー。はい。弦高が合ってない。弦高、あ、高さが合ってないですか？ピ、あの、弦の高さが合ってないから、レスポールタイプだよね、確かね、これ、レ基ス本。ポールタイプで、で、弦高の高さを調整するのと、弦のその押さえてる部分を上下にこう移動できるんですよ。はあ、なるほど。はい。そしたら、その弦高をちょっと高くしたり、低くしたりしてみて、はい。これ前後は関係ないですか？じゃあ。前後でいいんだよ。その前後が、はい。高さ調節だから。だから、そのネジをさ、多分ドライバーかなんかで回すんでしょ。そうです、そうです。それで回すと、はい。コマがさ、はい。コマ。コマっていうか、サドルっていうんだけど、サドルっていうか、コマっていうか。はい。それで弦高が調節できるんだけど、はい。まあ、簡単に言っちゃえば、はい。ドライバーでそこを回して、弦高を調節して、はい。合うようにするわけ。なるほでど。も、はい。正直言って、はい。あんまり安いギターだと、はい。本当に正確にはそれも合わないか合ら、わない。じゃあもうこれ6000円のギターなんですよ。6000円は、日本で一番安かったレスポールなんですよ。まあ、ショートスケールだしね。そうなんですよね。難しいですかね。エピフォンっていいやつだね。すごいいいんだけどね。いや、もうメイドインチャイナですし、もうこれは多分世界で最低のレスポールな自信がありますね。そっかそっか。はい。難しいかな。なんか、その弦の、この、なんていうんですかね、上の弦高って高さじゃないですか、この、フレットと弦の。それを調節するのと、前後にはあるんですよ。前後ってわかります？こう、前に出すっていうか、後ろに引っ込めるとか。だからそれが弦高を合わせるわけ。え、高さ、それが弦高の高さを調節するわけ。高さはだってこう上か下かじゃないですか。そこう。れは多分、和道君が思ってるのは、はい。ピックアップと弦の、あれじゃない？高さじゃなくて。ピックアップと弦なのかな、これ。いや、え、ピッど、クアップは関係ないよ。ピックアップの高さとか関係ないから。仕様がですね、なんつうんだろう。画面って見えてます？見えてる。これが、弦高って僕、これが上か下かってイメージなんですよ。違うんですか？実際には、そのコマ、それが、はい。なんていうのかな、ネック側行ったり、ブリッジ側に行ったり、動かすんだけど、ネジを回すことによってね、はい。そのことによって、弦高って言って、それが高くなったりするわけ。はい。あ、それわかるんですよ。で、この上下は何なのかがよくわかんないですよ。僕、こっちでチューニング合わせるもんだと思ったんですよ。だからそれいいんだよ、それで。どこをいじればいいんですか？だから、ドライバーで、ハーモニクスを出しながら、2種類あるんですよ。その高さを調節すればいいのか、前か後ろかを調節すればいいか分かんないんですよ。多分時計回りでドライバー回すじゃん。あ、違うんですよ。ここにドライバーがあるんですね。で、こっちを回すと、これが前に出たり、後ろに出たりするんですよ。こっちのドライバーを回すのか、こっちのドライバーを回すのか分かんないですよ。この上か下。ちょっと待って、俺のレスポール。なんて言えばいいんだろうな。ギターの原理がよく分かってないというか、多分なんですけど、この上か下かっていうのはフレットの高さを変えてるんですよ。この、要は、フレットが弦に当たるかどうか。
そう、高さか長さかっていうの。で、長さを調節するんですよね、多分。なんとか、でもレスポールもシンプルだから、作りは。はい。要はその、サドルっていうところに、はい。ほら、ね、ネジが回せるところがあるじゃない？2種類あるんですよ。2 種類？はい。要は、そこカメラで映せない。すみません。難しい。いや、できます、できます。1回だけど、これがその、要は、後ろ、ケツの部分から回すと、この弦の、やりづらい。ちょっと待ってください。わかる。でもなんとなくわかった。これが、こう行ったりとか、こっちが、ケツに行ったりとか、前に行ったりするのが、このケツのネジなんですよ。このケツそれの、でいいんだよ。で、もう一つ、ここに六角レンチがあって、これを高さを、これを上げると、弦が上に行くんですよ。で、下に行くっていう。これ、どっちをいじればいいんですか？なるほどね。はい。そういうことね。はい。なるほどね、なるほどね、なるほどね。そうなんですよ。それ、レンチ、なるほど、なるほど。そっかそっかそっか。なるほど。だから、俺はね、はい。俺は、確かに、意味分かった。そっちの、多分サドルの左右に2つ、そのレンチの穴があると思うんだけど、左右。どういうことだろう。こっちをいじるってことですよね、多分。この。そうですね。裏から弦通しますね、これ。そうだよね。はい。で、そこでいいんだよ。そこでドこっラち、イバーではい。チュ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 って回して、多分確か時計回りだと大体高くなっそうて、ですね。時計回りだ反時と、計だそれはと閉まるから、低く、高く、そう、低くなる。それで、正確にほら、一弦の E だったら E にならなくてもいいんだけど、近づくような感じで。ピッキングハーモニクスと開放弦の音が同じになるようにここで調節すると。なんていうのかな。要するに12フレットのところで、ハーモニクス出して、なるべくそんな神経質になんなくていいんだよ、それで。ぴったりいいになんなきゃダメなとか、ぴったり合うまでとかじゃなくて。なんとなく。なんとなくわかった。わかりました。だけどね、もしギターやっていくとしたら、やっぱレスポールって言っても、多分それちょっとやっぱり作りが普通、ちょっと違うんだよね、これレやっスぱポり。ールじゃないんですか、これ。レスポールっていうか、レスポールタイプなんだろうけど。でも、これ子会社じゃないですか。エピフォン。ワド君、カスタム買っちゃおうよ。カスタム高くないですか？カスタム調印3発めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。ヴィンテージ系の買っちゃおうよ。ちなみに何持ってるんですか、リスナーさんは。俺は、前、バンド組もうよって言ったやつなんだけど、何さんでしたっけ？俺、春巻きってことにしといて。春巻さん？はい。今もだって春巻きでしょ。いや、わかんないけど。だって、LINE の人が誰なのかわかんないから。あ、わかんないんだ。春巻さんだ。春巻さん。いや、俺はだからね、普通に別にレスポールのスタンダードと、で、あとフェンダーのストラト。春巻さんで、どこ俺住んもでるんでね、したっけ？俺はね、都内からそんな遠くはないよ。近いっすか？スタジオ行きません？今から。今から？今から？今から、春巻さん。さすが配信者。19時です。さすが配信者。暇じゃないですか？働いてるんですか？働いてるようで。仕事やめましょ いいね、そのノリ。う。仕事やめましょう。ロックに、そんいいな、ね。バンドマンは仕事やっちゃダメですよ。だけどさ、絶対でも面白いよ。バンド組んで、沸かしてあげようぜ、みたいなのあるじゃなんつうか、いや、配信と、なんか、バンドマンは相性いいと思ってるんですけどね、僕前から。ん。でさ、すぐさ、人も集められそうじゃない？お客も。集客は多分問題ないと思いますね。全然。ねえ。
じゃあもしやるとすれば、ワトン君が、はい、ボーカル兼ギター、ボーカル兼ギター、はい、でギターは何やるかというと、まあコードストロークぐらいでいい、まああとバッキングとかですよね。そう、バッキングバね、コードで主体でいいと思うんだけど、はい、こんな感じでいいんじゃないですか。そうですよね、まあ、ちょっと練習、今から、はい、今からスタジオじゃなくて、はい、練習しといてよ。わ、はい、かりました。で多分ね、なんかワトン君って、はい、結構スケールとか結構理論系ちょっとかじってる？全然かじってないです。え、でもさ、この間なんか弾いてる時さ、はい、A マイナーで、A マイナー、はい、D と、E とか使ってるとか言ってたよね。A マイナー、E、G とか、D、A マイナー、E、G。あと自分が気に入ったのは、うん、D、あ、G、E マイナー、D とか。あ、はい、でも聞いてなんかこれでいいやみたいな感覚です。あ、理論かじってないです僕。あ、そうなんだ、はい、あのね、ブルース進行みたいな感じは置いといた方がいいかもしれない、はい、置いとく。ブルース進行、お、置くってなんですか。ブルース進行で、え、お、置いとくってなんですか。ん、置いとく、置いとく、ブルース、置いとくなんて言ってないよ。え、ブルース進行置いとくって言ってませんでした？ん？あ、違う、覚えとくといい。あ、覚えとくと、はいはい、うん、ブルース進行、はい、そうそう、はい、で、あのブルース進行ってさ、はい、スリーコードしか使わないのね。あ、そうなんですか。そう、で、スリーコードで、はい、曲が簡単にできちゃうわけ。例えば、ん、どんなやつですか、コードで言うと。簡単だよ、あのね、ブルース進行って3つの、はい、あのキーしか使わないから、はい、例えば、はい、A のキーでやるとしたら、はい、あと残り2つの、キーなのね、はい、それで、はい、じゃあ例えば A で始まるとすると、僕 A あんま嫌いですね。あの C か、あ、 C か G、 ソの音が好きですね。うん、なんでもいいんだけど、はい、じゃあ C を基準だとしたら、はい、あと使うコードはもうだいたい定番で決まっちゃう。何と何になるんですか。あのね、これ覚えといて、はい、4度5度って覚えといて。4度5度、うん、はい、で、はい、4度5度ってどういう意味かっつうと、はい、C、D、E、F って4番目じゃん。 C の次が F、 C、D、E、F、 E、F って数えると4番目じゃん、はい、これをあの音楽理論であの4度って言うんだよね。4度、ほうほうほう、 C から4つ離れた、そう、 D が C に、そう、はい、4度、F、 で、はい、F が4度でしょ、で、はい、次、F、G、 G、 あ、ごめん、 A、B、C、D、E、F、G、 G が5番目、5、4度、5度、あー、なるほど、 C、F、G ですね。グリーンデーがよく使ってる。 C、F、G でやってると、はい、なんとなく曲ができちゃうわけね。ほう、これが不思議なとこなんだよね。ほう、ほうほうほう、そうそうそう、ほう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 、なかなかいいっすね。ほう、あれ、パワーコードの C って何フレット目でしたっけ、人差し指。あのね、6弦が8、6弦が8、遠いな。あのだから これも覚えておくといい。あの、はい、あの例えば6弦パワーコードって大体6弦が多いじゃない。はい、6弦は抑えるじゃん。はい、で、あの例えば1フレットは F だとか、はい、3フレットが G、 3フレットが G、 ほう、5フレットが A、 5フレット、はい、でこれってさ、あの要はさ、はい、あの0の開放が E だから、はい、EFGABC って順番にいってるわけだよ。はい、わかる、はい、わかる、なんとなく、はい、例えば C っていうのは8フレットなんだよ、6弦の、6弦の8フレット、5、6、7、ここかな、そう、そこに人差し指を置いて、はい、でパワーコードって5、次にあの5度を抑えるのね。はい、で簡単に言うと、はい、8フレットに対して薬指で、はい、5弦の10フレット、
はい、5弦の10フレット、10フレット？あ、そうですね、はい。そう。はい。だからこれが基本じゃない C のパーコードっていうと。はい。うん。はい。ここは C なんだ。まあちょっとチューニングから外れちゃったけどね、確かに話は。はいはい。あ、いや、楽しいっすね。うん。で、例えばパワーコードなんかだと、ブリッジでミュートしながら弾くと。でもこれあれっすね、さっきの理論でいくと、じゃじゃじゃがまんまそうっすね。ああ、そうそう。ん？違うな。よく分かんなくなっちゃいました。まあ、基本的にちょっとチューニングが狂ってるような気がするけど。そうですね。はわかりました。ありがとうございます。い。はい。また、機会があったらかけるんで。ぜひぜひ。配信中に。あ、ありがとうございました。はい。で、自分は配信してないんで安心してください。いや、いや、全然配信者、僕、俺大ね、歓迎でです。もね、はい。5、6年前にはい。ツイキャスでずっとやってたんだよ。ああ、そうなんですか。結構そうじゃあそうそう。古全い。然人来てなかったけど。はいはいはい。そうそうそう。はあ。了解です。ありがとうございじゃあます。ま教えた。ていただいて。はい、どうも。失失礼礼ししまます。す。教えてもらったからチューニングします。ありがとうございました。何さんだっけ？古巻さん？春巻さん？春巻さんでした。全然狂ってんじゃん。ギターちゃんとしたの買わないとダメだな。やっぱ安いギターダメなんだね。これがいいでしょ？OK かな。音差は持ってないね。お前ブロックな。iPhone アプリで今やってるよ。で、これで普通のチューニングはあったと。ずれた。これでいいわけでしょ？で、なんだっけ？このピッキングハーモニクス？これをどうすればいいんだ？これ合ってるわ。全然ずれてんだけど、どうしたらいいんだ。一弦は合ってるな。どうすればいいんだ。これ一弦合ってるけど、二弦が全然合ってない。二弦が合ってないな。
ね、やっぱり D の時、そう、2弦がいつもずれてたの。2弦がずれてる。めちゃめちゃずれてる。これだ、原因。これをどうすりゃいいんだ？緩めてみる？緩めました。全然合ってないな。え、どうすればいいんだろう。ここか、原因。こいつだったのか。こいつだったわ、原因。ペグがどこなのかわかんねえわ。 B？ あれ？2弦の開放弦って何だったっけ？よくわかんなくなってたな。B か。B か。B で合わせればいいのか。ボーン。全くずれてた、ここが。E のハイだから高すぎるんだな。高すぎる。どうすればいいんだ。高すぎるって言われてもね。緩めろとか、緩めるなとか言ってもらいたいけど。B。E のハイで出ちゃうな。ってことは高すぎるんだよね。ん？どうすればいいんだ。E のハイで高すぎるって出るから、緩めればいいのか。緩めまくってみるわ。E のハイで出ちゃうんだよな。なんだろう。ハイで出ちゃう。花火ありがとう、トトさん。 E のハイで出ちゃうな。え、何が原因なんだこれ。どうすりゃいいんだ。全然狂ってんだけど。いくらやっても狂うんだけど、どうしたらいいの。あ、もう調整できないぐらい狂ってんじゃん。どうすりゃいいんだこれ。変わらないもん。え、どうすればいいんだろう。そりゃ狂うわな。バカギターってこと？何回やっても E のハイで音が出るんだけど。え、どうすればいいんだろう。楽器屋ちゃんと調整してくれよ。ネックが歪んでんのかな。超むずくね、この。え、チューナーが反応しないんだけど。どうすればいいんだろう。全然合わないんだけど。E のハイの高すぎる音で出ちゃう。え、どうすればいいんだこれ。どうすりゃいいんだろう。全然合わないんだけど。開放とハーモニックソーンが合わない。そういうことだね。
10フニフレットハーモニクスと12の実音の差が開放弦とハーモニクスを合わせんじゃないの？さっきそう教わったけど。よくわかんねえわ。じゃあ俺やり方間違ってるってこと？実音が何なのかわかんないんだけど、12のここは E の入っ、なんか、この音は何なのかわかんないんだけど、俺これを何で合わせればいいの？ E のハイが高すぎるって出る。これだと E のハイが高すぎるって出るわ。何を言ってんの君たちは。E のハイだって。まあ、ずれてるね。これだと B で出るんだけど、 E のハイはだからこれの開放弦でしょ。これが E のハイだね。だからこれの高すぎるバージョンとして認識されるね。つまりここの音がもうずれまくってるってことでしょ？どうすりゃいいの？いいか、狂ったまんまで。普通にチューニングしててもみんなに狂ってるって言われるよ。12フレットっていうのは弦のちょうど半分の位置。いや、絶対半分じゃないわ。半分なのかな、ここ。だから12フレット押さえた音はハーモニクス音が合ってあると。合ってる？これは合ってるっぽいんだけど、これが合ってないっぽいんだよね。この音が合ってない。もうこの音がすでに合ってないっぽいんだよね。これってもうこれネックの問題じゃないの？正しく音が出ないようにできてるんじゃないの、このギターが。だって E の入って出ちゃうもん。これ開放じゃなくても。これだと E の入になるし、ここで押さえても E の入になるの。これ要は全然こんな変わらないでしょ。実音もハーモニクス音も高く出ちゃうの。ずれてるとかじゃなくて、この音が合ってない。ブリッジってどこ？よくわかんないわ。なんかネックはそもそもいじれないタイプだけど、ネックはいじるところないけど、ネックそのものをいじれないけど、このギターは。実音が何なのかわかんないわ。悪いけど、サドルって何？俺自転車のサドルしかわかんないから、専門用語やめて。ボディ側についてないって。何もないよ。ハーモニクスと開放に差は生まれない。専門用語やめようよ。いやだから音あって、じゃあなんでずれるって言われんの？チューニングしろって言われんの？俺は。
カバー外すと出てくるんだ。いや普通にチューニングしてるよ今。これ全部合ってるけど。そう、1弦と2弦が不安定なの。メーター持ってない。これずれてる、開放弦ずれてる。これ合ってない。本時点ずれてんの。なんでわかんの。だって iPhone では合ってるって言ってるよ。見せてあげるよ。もういくよ。いいでしょ。6弦ね。じゃあ次5弦合ってると A ね。4弦4弦 A マイナー。ちょっと待って、 B 合ってるでしょ。で全部合ってるでしょ、うん、A マイナー押さえるよ。狂ってる？ A マイナーで狂ってる？A マイナーをチューナーで見てみて。いくよ。チューナー反応しねえわ。チューナー反応しねえ。合ってない。俺は何が合って、何が原因で合ってないのか分かんないんだよ。合ってないって言われても。これが G だね。これ合ってない。C 弾くよ。C。合ってないの。言われたもんね。ギブソン買おうって。ギブソン高いじゃん。こんなずれてるか。オクターブチューニングの方法今やったけど合わないんだって。何回やってもずれるんだって。5フレットで A を押さえて、5フレットで A って何？ A って何？ 5 フレットは分かるけど、ここでしょ？ A って何？ 5 弦ってこと？ 5 フレットの5弦？E の音がずれてる、高すぎるって出るね。E の音が高すぎるって出る。F？ F の形？ F、はい。5
6弦の5フレット押さえるの。あ、もうずれてるわ。高いって出るね。 A の音が高すぎるって出る。ん、なんだこれ。本当はずれてる。なんでだ。フレット押さえた瞬間ずれてんだけど。フレット押されたらもうずれてるわ。うん、高いって。 A が高すぎるって出る。だもうここ押さえた時点でもう音はずれるギターなんだよ。やばくない？ここ押さえたらもうずれてんの。高いって出る。どうしたらいい？高いって。何？どうすればいいの俺は。な、もうこの音は正しく出ない。いや、ゴミギターだよ。もうここ押さえた瞬間にずれた音が出る。だから多分全部そうなんだよ。どこ押さえてもずれるように設計されてんだよ、このギターは。だから俺の弾きの問題でもチューニングの問題でもないよ。中古でだから日本で一番安かったギターだよ。6000円で売ってた。ゴミだ。俺が弾いてたのギターじゃなかったんだ。だから俺のテクニックの問題じゃなかったんだよ。ネックが反ってる？ネック反ってるかな？どう？ネックが反ってる。ネック見てみるか。反ってる。どう？反ってます。どう？弦は古い、3ヶ月前の。もうサビサビ。宇宙最低のギター。多分このギターは世界で一番ダメなギターな自信ある。でもね、見た感じそんなに反ってはないかな。そんなに反ってる感じはしない。順反りもしてない。そんなに反ってないから、多分そんなにみんなが言うほどネックの反りっていうよりもそもそもの設計がダメな気がする。そもそもギターじゃないんだよこれ。いや、オクターブ調整から始まってんの全ては。弓矢みたいにクソ。弓矢みたいに何歯反れないよ。反ってるな。こう描いてるね、だいぶ。だいぶ反ってるな、よく見たら。ごめん、俺も気づかなかったけど、だいぶ反ってるわ、このギター。だいぶ反ってるわ。弦高高いね。だって、ここまで高くしないと、ビリ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 当たっちゃうんだもん、フレットに。こう書いてるね、だいぶ。だいぶ弓矢みたいになってるわ。花火ありがとうございます。あ、反ってるな。ゴミだな、これ。ゴミだね。ゴミ。俺今までゴミを弾いてたんだ。ゴミ。いや、だいぶ反ってたわ。どうする？最悪弓矢にしようか。エレキは当たってもいいんだ。アンプからビリビ、あ、そうなんだ。当たっててもいいんだ。だからそれはチューニングずれてるってさ、だってさ、ねえ、もうだってさ、そんなもんさ、だってさ、開放弦で合ってるわけじゃん。この音は合ってるわけでしょ。この音合ってて、この音がもう合ってないんだよ。この音高いって言われるんだよ。高いわって。だいぶずれてんだよ。どうする？ヘッドのカバー？ヘッドのカバーって何？これ？ここ？ここに隠れてんの？ここ？外してみようか。やってみるよ。ここを外すの？その手、その考え方はなかったわ。ああ、もう、近所にギター職人がいたらな。ここに隠れてたのか。
そういうことか。そうだったのか。それは知らなかったわ。ネックが反ってるからこういう六角レンチあるよ。何？じゃあ何？ネックが反ってるのが問題なの？これは。みんなの予想。あ、出てきた。うわ、いい木の色。あ、出てきたわ。うん、これ出てきたわ。見える？六角レンチある？ここを回すの？え、ここを回したら治る？みんな絶対治る？治る？弦緩めるよ。うん、弾くに弾けねえだろ！考えろよ！ここでお前チューニングできなかったら弾くに弾けねえだろ！治るか治らないかなんか考えてねえから。弾くに弾けねえんだよ。ギターだけにな。よし。次行きます。よいしょ。じゃあ回すよ。多分こいつだな。やるかやらないかだよ、もう。もう神様はサイコロ振っちゃったかんね。よし、行くぜ。あれ？もっと小さいな。これっぽいな。これだ。え、で、回せばいいの？キュッ。これを、な、硬えな。大丈夫か？これ弦外さないとダメなんじゃないの？なんか、木くずが出てくるんだけど。緩めんじゃねえのか？これ逆だろう。いや、わかんねえ。もう適当に回すわ。え、本当にこれネックの反り直ったら音直んのか？本当に不安なんだけど。ネックの反りが問題で合ってんの？みんな信じるよ。ネックの反り関係あんの？本当か？あ、反りが順反りっぽいんだけど、弦が邪魔だなおい。あ、ミキミキ言うね。いいね。ミキミキって言った。あ、ミキミキ言ってる。あ、バキッつった。いいね。あ、バキバキ言ってるよ。バキバキ言ってるギターのネックが。あ、バキバキ言ってるよ。ミキミキ。ミキミキミキっていうね。あの、なかなか、なんかこう、やばい音してるよ。ミキミキミキ、やめてーって音、ギターが、ギターがやめてよーって、痛い痛い痛いっていう音がしてる。うん、だって、ミキミキって、あ、バキバキバキって言った。なんか背骨矯正みたいな。大丈夫？あ、バキバキ言ってるけど大丈夫かこれ。え、まっすぐになるんだよね。まっすぐだよね。まっすぐでいいんだよね。まっすぐでいいんだよね。ちょ、やばい音してんだけど大丈夫かこれ。まっすぐにすればいいんだよね。本当のまっすぐに。大丈夫か？え、大丈夫これ。バキバキバキっつったよ今。まっすぐになんのそもそも。ちょ、不安なんだけど大丈夫本当。本当大丈夫かこれ。やりすぎって何？全然治ってないよ。全然治ってないよ。全然まっすぐになってないよ。この辺猫背だよ。
丈夫かな。逆？いや、どうなんだ。よくわかんねえや。治ったかな。なんか余計ひどくなったような気もしなくもない。治ったのかな。どうなんだろう。どう思う。地味編はもうとっくに超えたね。さっきの LINE 通話のあたりで地味編は超えたね。どう思う。余計ひどくなったようにも逆、何回りっつうんだ。何回りしてんだ。いや、よくわかんねえや、もう。とにかくいっぱい閉めたよ。安定とかよくわかんないけど。イナバウは。あれ？逆かな？余計猫背になってんのかな？いや、あ、猫背になってる余計。逆だ、俺。逆だ、これ。多分。余計猫背にして、それやめてって言うわ、ギターも。余計猫背になってるわ、多分、これ。これ、悪化させてるわ、俺、多分。逆に回します。あ、勝った。多分逆だわ。多分ね。よいしょ。多分逆に回しちゃってるな、これ。あ、抜けない。抜けない。あれ、抜けない。なんかゆるゆるなんだけど大丈夫かな。今度きつくなんてないんだけど、なんかゆるゆるなんだけど大丈夫かな。あ、わかんねえ、もうわかんねえわ、マジで全然わかんねえ。もう何がしたいんだろうこいつ。なんだこれ。どうすりゃいいんだよな。いや、グイグイいってるよ、俺。攻めてるよ。あー、わかんねえな、全然。全然わかんねえわ、ほんと。もともと死んでたんだから、俺が生き返らせてんだから。やめて、そういう。なんか縁起でもない。俺が直してんだよ、今。よし。こいつはもともと、就任狂ってたのはこいつなんだから。あ、治ったっぽいな。これ治ったっぽいな。あ、こっちだな。治ったっぽい、治ったっぽい。あ、いいね、いいね。あ、まっすぐ。あ、逆反り気味になってる。この辺で手打とう。ちょっとこの辺で手打とう。じゃあ、チューニングするよ。手打つわ。あれ？こいつがここで。こいつはこっちだ。じゃあ、チューニング合わせてみようか。これ多分あったよ。俺の予想。これ多分言ったべ。見た目でわかるでしょ。俺天才だよ。でも弦がビリ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 するんだけど。フレットにもうすでに弦が当たってるんだけど、どうすればいい。フレットにもう弦が当たってるんだけど、いいの？フレットにもう弦が全部触れてるんだけど大丈夫これ。大丈夫かな。ね、弦がもうビッタビタに触れてるんだけど、これ6弦なの。これが6弦がビタビタに当たってんだけど、もうやばくない？6弦ビタビタなんだけど、これで原稿をこれで上げんの？だから逆反りにしちゃったんじゃないの俺。まあいいや、もうめんどくさい、振り返らない。
オーケー。なんかベリ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 っつってるけど。なんか安定しねえな。少しぐらい当たっていいの？で、じゃあここ押さえてみるか。5フレット押さえる。あ、ちょっと良くなってる。でもまだ高いって言われる。あ、A の音出る。あー、ちょっと高いな。さっきよりだいぶマシになったわ。ってことは、これ弦高を上げればいいのか。弦高を上げる。なるほど。だんだん分かってきたよ。なるほど、なるほど。これで弦高、上がってきた、上がってきた。弦高上がってきたよ。あ、分かった分かった。こういう理論なんだ。上がってきた上がってきた。おお、なるほど。いやー、なんかダメだな。ブリッジの今度調整。なんだこれ、もうどうすりゃいいんだよマジで。全然わかんねえわ。全然わかんねえ。ギターやちゃんとやってくれよな。ピックどこだ。ピックどこやった。ピックどこだ。おい、ピックあった。こんなギター当たるもん。ベリ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 言ってるけど大丈夫。ビリ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 言ってるけど不安。もうちょいネック変えるわ。なんかちょっと曲げすぎた記憶が。なんか曲げすぎじゃないこれ。なんか曲げすぎな気がする。A の音出る。A の音出るぞ。あ、近いぞ。おい、近いぞ、お前ら。近いぞ。治ってきた。近い。来てる、来てる、来てる、来てる。来てるよ、これ。来てる。もう、これが E の音でしょ？ E の音、E の音出てる。で、こいつをもうちょい、こいつを上げないといけないんだよな。いいじゃん、いいじゃん。そういう理論だったんだね。いいじゃん。あれずれたな。高すぎる。
メだ、わかんねえわ、やめよ。Aマイナー弾くよ。どう？さっきと全然違うよね。なんだろうね。さっきよりなんかチャキチャキしてるね、音が。でもやっぱり高すぎるって出るな。なんで高くなるのかよくわかんないんだよな。6弦の5フレット押さえたら高くなる理由がわかんねえわ。でさ、ここの音とここの音がもう違うってどうしたらいいの？全然違うじゃん。開放弦で合わせるじゃん。で、5フレットの6弦5フレットの音と5弦の開放弦違うんだよ、ほら。やばくない？やばくない？これ。これギターじゃないでしょ、もう。
どうすりゃいいんだよな。手の施しようがないでしょ、もう我々には。どうすりゃいいんだよな。そんなことされたらわかんねえだろ。オクターブ調整って何？そもそも。余計ずれた。余計高くなった。ってことは逆にすればいいんだこれ。天才俺。近い。なるほど、そういうことね。誰かにやってもらいたい、これ。もうほんとうぜ。あ、俺チューニング向いてねえわ。あ、もうチューニング向いてねえわ。向いてねえわ、俺。うん、向いてねえ。向いてねえわ。誰かにやらせた方がいい、こういうのは。俺決めた、もうチューニングはプロにやらせるわ。向いてねえ。向いてねえわ。いや、向いてないでしょ。チューニングが誰かにやらせるわ。ちょっとやっといてっつって。全然ずれてく一方だもん。あ、もう頭きた。もう向いてねえわ。向いてねえ。やめだこんなもん。やめだやめだやめだ。無駄だこんなもん。いくらやっても不毛な時間だわ本当に。やめだやめだやめだ。チューニング俺やめます。諦めます。今度からチューニングはもうやりません。決めました。向いてないっす。向いてない。やめよう。やめだやめだこんなもんは。封印。うん、やめよう。やめようやめよう。これやりたいやつにやらせればいいんだよこんなのは。やりたいやつ世の中腐るほどいるから。やめだやめだこんなもん。やめだ。バカバカしい。
ダメだ。よくわかんない。原稿がどうとか、フレットがどうとか、ブリッジがどうとか、ネジを回せとか、回すなとか。ネジを回せ。ネジを回すな。そんなに回したら壊れるぞ。もっとネジを回すんだ。バカかよ、本当に。回さない方がいいよ。いや、回せ。何も変わらない。いや、そういうことでしょ？この1時間。ネジをもっと回せ。回すな。どのネジなんだ？いや、そのネジじゃない。あ、そういうネジだったか。なんだこれ、本当に。なんなの？ネジを回せとか、回すなとか。で、いっぱいネジ回したけど何にもわからなかったわ。ネジ、たくさんのネジをバラバラにし回して、何一つ改善がされなかった。ネジを回すとか、回さないとか。回しなきゃ回せよ。そんなに回したきゃ。そんなに回したきゃ回せばいいさ。いや、俺は結構頭に来てるからね。いろんなネジを回したけど、この1時間なんか音全然変わっちゃったな。何これ。いや、ひどいな。なんか音自体が悪くなってんだけど。パンクっぽいな。俺ね、でもね、このギターを買った時の店員さんの一言、今でも覚えてる。店員さんに弾いてくださいっつって弾いてもらったら、意外となりますね。ギターなんだから、商品なんだから、なるに決まってるだろうと思ったけど、あれがおかしかったんだよね。意外となりますねならねえ、もう商品にするなよ。そういうことでしょ。もうだから店員さんも見限ってたんだよ、このギターは。もうずれた。もうずれた。すげえな。今合わせたばっかりだろ。なんでずれるんだよ、もう。3ストロークぐらいでずれるギターってどう思う？1曲持たないぜ。
なんで指板を押さえると高くなるんだろうな。どこも押さえるなんてこと。これイライラしてきたわ。ダメだ、向いてねえ。ダメだ、やめよう。いや、高いやつ買おう。高いやつ買ってもらおう。買ってもらおう。高いやつを買ってもらうわ。頼むね、みんな。頼んだわ。もうここはリスナーに頼ろう。いいギター買ってください。よろしく。狂わないやつね。原稿館3ヶ月前。頼むよみんな。よろしく。そうだね、高い高いやつ買ってもらおう。高い高いやつ。壊すんじゃないよ。壊してないよ。ギターはね、分かったわ。ミュージシャンが叩き壊す意味が。チューニングが狂ってあーってなって壊すんだわ。あれパフォーマンスじゃねえわ。いくらやってもチューニングが合わないんだよ。ビーンビーンっつってあーっつってぶっ壊すんだよ。多分正解だよね。正解、絶対そうだよ。だんだん分かってきた。だんだん分かってきたわ。こんなもんいらねえわっつってメーカーに対する怒りなんだよあれ。多分フェルナンデスとかに対する怒りなんだよ多分。もういいわっつってあれはそういう意味だったんだよ。 俺もだから、ねえ、曲終わりに行ったろうかなってなるもんだよ。限界だわみたいな。やっぱギターはいいやつ買わないとダメなの。物何でもそうだけど、物は何でもそうだけど、高ければ高いほどいい。エピフォンのギター、高け6000円のギターね。高ければ高いほどいい。安いものはダメ。高ければ高いほどいい。全てのものは。いやだから高いのが世の中売れるっていうのはそういうことだよね。安いものは売れないじゃん。高いものしか売れないじゃん。だったら最初から売るなよっていうね。もう中途半端なギターなんか作るなってなるでしょ。こんな何回もネジを右に回したり左に回したり。
右に回したり左に回したり。ネジを回せって、そのネジじゃないわけわかんねえよマジで。サウンドハウス家めちゃめちゃ近所だったんだよね。歩いて5分だった。サウンドハウスアルバイト落とされたよ17歳の頃ね。いやもうなんか今歌う気分じゃねえわ。近いよ成田、詳しかったらすぐわかるよ。めちゃめちゃ近い。交差点、51号の交差点のところにあったでしょ、ライオンズマンションの向かいで。ロイドさんが成田に住んでたことあったら、ああ正解って言うでしょ、あの下り坂の、マンションので。サウンドハウスは、あった前はスーパーだったんだよ。あの今あの夢会館、夢空間か名前変わっちゃってたけど、あれスーパーだったんだよ俺が小学生の頃。合ってるでしょ。51号沿いね。サウンドハウスはショールームにしか行ったことないな。だからショールーム移転したの今。そこだったのよショールーム、もともと今多分空港の方に行ってるはずの田舎のなところ、ぐーっと奥に入った成田の本社があったところも、あそこもショールームだったの昔は。移転したんだよ事業がうまくいって。7000円もすんの。そうだね、ギターでパルパル殴ればよかったねギター買った日にパルパル殴ったからね。このギターでパルパル殴ればよかったんだよ、うん、買ったばっかりのギターでね。そういうことだよ。
そうそう、不動が丘にあった時ね、今話したの。不動が丘かな、あそこ。不動が丘か。今話したのは。レスポールカスタムっていくらすんだろうな。中古で見てみようか。レスポールカスタム。77万8000円。買えねえ。高っ。エフェクターいらない、別に。高っ。いや、ギターは高いよ。レンタル？ヴィンテージの最高額のレスポールとかいくらするんだろう？うん、百万するでしょ。楽器は高いよね。いや、新品じゃないと思うよ、多分。中古だと思うよ。3000万もすんだ。ああ、3000万ね。ちょうど俺の年収ぐらいか。80年代のレスポール、うん、SG の新品とか買った方がいいのかな。ギブソンの SG ってどうなんだろう。6万ぐらい。楽器高すぎるよな、ちょっとな。
バンドやろうぜが何か分かんないわ。バンドやろうぜが何か分かんないわ。人生山と谷があるから面白い。いやもう退屈だよ、とにかく本当に退屈。長い、3年ぐらいでいいわ人生3年ぐらいがちょうどいいわ、本当。長い、30年はさすがに。社会人になってから3年で終わりますってよくない？あーでも小学校とかも長かったな、中学も長かったな。長いね。雑誌わかんねえな。ていうか雑誌を買ったこと俺人生で 2,3 回しかねえかんな。バンドやんねえとな。まさかこんなポンコツだと思わなかった、このギターが。ちょっとがっかりだよ俺。ちょっとがっかりだね。こんなにポンコツだとは思わなかったわ。使えねえ。風船プレゼントありがとう。風船プレゼントありがとうございます。お疲れ様です。ね、長すぎても意味ないよね人生ね。意外となりますねの一言の時にね。いやじゃあその時に金がなかったんだよ俺。金なかったから世界一安いギター買うわっつって。コンタクトしないですけど、もうひどいっすね。また目悪くなってて、もう裸眼だって何にも見えないっすね。あそうなんすか。へえ。さっき浅井さんに会って、石野がネットばっかりやってるからあの配線ぶっこ抜いたっつってましたよ部屋の中でネットできないようにしてやったっつってた浅井さん。クソ笑ったわ。浅井さんにさっきすれ違ったんですよ。インターネットばっかりやってるので配線をぶっこ抜きました配信やんないと金稼げねえじゃんな。あれは笑ったよな。じゃあこの辺で会うのかな。浅井さんちいるよ今多分ね。もうよくわかんないよね石野は1ヶ月版で10月の5日かな、10月5日に復活とかじゃなかったっけ確か。ああそうなんですね、新宿なんですね。なんか飯でも食うんすか石野と。フォローありがとう。
スペシャルモデルって書いてあるのに全然スペシャルじゃないじゃんこのギター。腹立ってきたな。だんだんスペシャルモデルっていう名前よくつけられるよねこいつに。こんなゲンチューニングも合わねえのにどこがスペシャルなんだよ。腹立つわこいつ。どこがスペシャルなのこのギターの。え、知らねえよ。スペシャルモデルって書いてあるわ。腹立ってきたわ。何も特別じゃねえわ。一日店長断ったよ俺。だいぶ前ね、オープン前にお誘い来たけど断りましたよ。なぜ配信できないんだって。なんか最初はお受けしようと思ってトントン拍子で、ああじゃあぜひやりましょうってなったんだけど、なんか配信回したらダメって言われて、えっと思って、なんでって思って、ああ配信できないんならまたっつって、ごめんなさいって言って。だって配信できないのにやる意味なくない？ああそうなんだ、返したいって言われたんだ。はい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 。あ、そうだったんですね。配信できなかったら意味ねえかんな。俺のファンがだってねえ、意味ないでしょ。当たってねえかんね、パンチは。パルパルにパンチ当たってねえ。青山に止められたわ。さあだって俺が店長やって俺に会いに来て飲みに来る客なんかいるか？いなくね？俺がさ池袋で一日店長やったら行きますっていう人いると、え、いるかな。豆柴さん来ないでしょ。俺集客力全然ないよ、ないよ。でやっぱ一日配信できないのは結構きついよね俺からすると。何話したらいいか分かんないもん客と。いや嘘でしょ。いや客ゼロとかね、モグゴリってあの便所太郎さんと TJ さんがやってるバーだね。ドレさんは売り上げ5万とか言ってなかったかな。俺が別に店長やっても来ないと思うよ。いやーねえ、どうなんだろう。
でもさ、閲覧が多いからって集客が多いとはまた違うよね。なんか、意外と閲覧少ないのに集客多い人とかいるんだよ。閲覧数と、配信で人気と、リアルで人気はまた別理論だよね。和道レンタルって何？あ、和道レンタルっつうか、俺と普通にだから会いたかったら、昔は1時間3000円だったけど、今3万円だよ。配信外で会いたいですって言われたら、ああ、全然いいですよって。3万円ですって。値段が変わった。1時間3万。てか iPhone ぶっ壊れたな。起動しねえわ。ダメだな、もう。ブーって言わない。どうすりゃいいんだ、これ。経営って頭で考えてるのと全然違う。時代はあなたさ、店を盛り上げるのはあなた。いや、でも、お断りしたときに、声がかかって、あ、わかりました、で終わったってことは、集客力ないんだよ。本当に金になるんだったら、プッシュするでしょ、もっと。便所さんとか、TJ さんが、いや、ワド来てよってなるでしょ。なってないじゃん、別に。あ、まあ、大したことねえだろうって。盛り上がんねえだろうって。俺、大体接客向いてないもん。接客大嫌いだもん。適当だよ。大体俺に会いに来たいなんて客いねえよ。別にだから配信できるんだったら全然やるよ。前から言ってるけど。なんで配信者のバーなのに配信できないんだろう。そこがよくわかんねえんだよ。いや、言ってないんでしょ。言ってないから、だからプッシュが来ないわけだから。いいんだよ、別に。人の店なんだから、俺の店じゃねえんだから。俺が口出すような問題でもないし。俺がやったってトラブルにしかなんねえんだから。いや、モグゴリで配信回してるからっつってもね。俺、配信業だから。いや、需要ないでしょ。ミュート機能がおかしいな。切り替わんねえな。壊れたな、iPhone。もうそろそろ行かれる感じがするね。もう何年使ってんだろう、これ。だったら俺と飲みたいんだったら俺に3万円払ってさ、俺と別に飲めばいいじゃんって思わない？アイワード2。逆に。ね、俺と飲みたいっていう需要があるんだったら、俺に3万円1時間払って1時間飲んだ方がよくない？そっちの方が絶対いいと思うんだけど。貸し切りだぜ。壊れてんな。あ、なった。そう思わない？アイワード2。
いや、俺 SE が好きなんだよね。SE が欲しいわ。3万高い？そう。いや、まあ3万が高いっていう人は、まあ無理だよ。俺と飯を食うのは。それは無理でしょ。はい、ワトツ。はい、こんばんは。3万が高いんなら無理ですよ。3万が安いと感じる人は、だってね、俺と飲むのに3万ぐらいかかるぜ。10万ぐらいかかるんだから、そのうちの3万和道に渡すって感覚でいいんじゃないの。バガーありがとう、アイテムありがとう。飯代別、交通費別、俺の移動時間も、精算に含まれて1時間3万。飯代、交通費別、移動時間別。大分でも韓国でも全然交通費も出し、ただ韓国1日ぐらいかかるのかな、行くのに。そしたら1日分24時間だから30万プラス合ってる時間だね。どこでも行くよ。それそうでしょ、仕事なんだから。だから最近リスナーと会ってないでしょ、話聞かないでしょ。6000円のギターだよ。飯代交通費なんで俺が出さないといけないの？意味が分かんないでしょ。俺が別に食いたいって言ってるんなら自分で買って食うわ。だからこの前もあったよ。なんかどうしても和道さんと話したいことがあるって LINE しつこいから料金表送ったらなんかクレーム言われたよ。高いっす。なんで僕は金払わないといけないんですかって。いや、皆さんにそうしてもらってるんで、って。なんか、すげえ言われたよ、なんか。なんで僕は金払わないといけないんですかって。だってあなたが会いたいっつってんだからって。何もしないよ、俺は。俺は何もしないよ。ただ飯食ってるだけだよ。なんで俺が何かをしてくれると思ってんのかよくわかんなくて。例えばマイケル・ジャクソンと飯食うときに金出すでしょ。マイケルが何かしてくれると思う？はーい。いつも僕の放送を見てくれてありがとう。ありがとうね。サインかい？はい。写真いいよ。ありがとう。それだけだよ。和歌山の県語がよくわかんないな。いやいやいや、そういうことでしょ。だってなんで俺がわざわざリスナーにタダで会わないといけないの？逆に考えてよ。逆に。なんで俺が会わないといけないの？全然意味わかんないんだけど。なんで俺が会わないといけないの？そういうこと、そういうこと。いや、高かったら買わなきゃいいだけじゃん。高かったら買わなきゃいいだけなんだよ。だから価値がわからない人は買わなきゃいい。そう思うよ。
別に物を売るっていうことは強要してるわけじゃないから、価値と価値のね、価値と価値が噛み合った時に商売が成り立つだけだから、そう、値段は俺の自由の、ね、値段を決めていい自由があるの俺に。そう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 、高いと思ったら利用しなきゃいいだけだから。はい、こんばんは。一緒に生きてんじゃないの。和道さんへのお金はリア凸が必要ってこと。一応案内してるのはお金がかからない方法でリア凸、ちょっと読み上げるね。ちょっと待ってね、たまちゃん。
コラボ放送やファンとの交流についてルールを下記に記しております。ルールをご理解の上ご検討お願いしますと。和道と直接会える機会はオフ会イベント外配信中のリア凸をご用意させていただいております。オフ会について不定期ではございますがオフ会を開くことがあります。多くのファンの方と一緒に和道と直接交流することができます。食事や映画館鑑賞などその時々に応じて様々なオフ会を提供しております。ぜひご利用ください。イベントね、和道がイベントに出演した際にリア凸する機会がある場合がございます。出演するイベントに関しては和道のツイッターにて告知を行っております。イベントに参加ご希望の方はツイッターのこまめなチェックもお願いしますと。で、外配信のリア凸、和道が外配信を行っている時リア凸することができます。一定額をご支援いただいた方にステッカーもプレゼントしております。配信中のため顔を映したくない方はマスクをつけるなど自己防衛お願いしますと。それ以外の場合は1時間3万円かかりますと、そう言ってます。で、言いたいことがあるんだったら放送中に電話をかけてきてください。放送中なら誰の電話も断りません。はい、以上です。何様なの、何何様ってな、な、何が何様なの、何様でもないでしょ。なんで俺がリスナーと会わないといけないの、バカなの。逆に何様なの、リスナー側、逆に聞きたいわ。リスナーは何様なの、なんで俺が知らない人と飯を食うのにタダで会わないといけないの、よくわかんねえわ。逆に聞きてえわ俺。別に普通なこと言ってるだけでしょ。物申したい人は突すればいいじゃんね。買うもの大好きだよ、大好き。何が何様なのかよくわかんないな。別に変なことも言ってないぜ俺。だからオフ会に来ればいいんじゃない、外配信中のリア凸に来ればいいんじゃない、言いたいことがある人は配信中に電話すればいいんじゃない、で配信やめてくれ、プライベートで会いたい、金かかりますよ、何様なのって言われて、何が何様なの、別に普通なんだけど、何様でもないじゃん。外配信中にリア凸すりゃいいじゃん。これタバコケース、別に変なこと言ってるつもりないんだけど、言いたいことあるんだったら別に無料で言いたいこと言えるわけだから。配信では言えなくて相談したいことがあるんですって言われたから、配信外で相談したいことがあるって言われたから、ごめんなさい断ってるんですって。いや、どうしても聞いてほしいって言ったから、あ、わかりました、1時間3万円ですって言ったら文句言われたのよ、うん、ネットサーフィンしてたね、うん、ベガスベガスで来たんでしょ、うん、ベガスベガス、ベガスベガスで来た、別に俺変なこと言ってるつもりないんだけどな、なんかおかしいのかな俺。社会人としてまともなこと言ってる、パチンコ屋なんだ。いやー北斗いいわ、めんどくせえわ。いや、わかんない、4万5千円勝ちかな、俺石野をダメな人間だと思ったこと一回もないかな、俺は一回もない、むしろ俺石野のファンだからかっこいいと思ってるからね。うん、出たところじゃない、昇天したよ。
昇天して1ゲームで引き戻したよ。持ってるわーって。昇天して1ゲーム連で、1ゲームでまたボーナス入って12連したん、12連か12連したんだけど、何回豪勝破食らっても立ち上がったかんね。ボッコボコにされてたよ、原子炉。素の殴り合いしてたんだけども、ほぼ全部フルスイングで必殺技を受けて何回も立ち上がってて。なんだこれっつって、うん。ありがとうございます。生の方がかっこいいっすよ。配信で見るより生であった方がかっこいいっすよ。あれ強すぎるよね、原子炉ね。普通に強かったかな。無敵でしょ。最後蹴りで負けたんだっけ。最後豪勝派みたいなの負けたよね。まずリンとかユリアがケーンって言ったら勝つっていう理屈もよくわかんないけど呼ばれたら勝つ理由がよくわかんないよね。ケーン！うわーっつって。それ立てるでしょ、最初からって。これ400円もしたクッキーなんだけど、クソまずいかんな。ほんと腹立つわ。高設定挙動だったね。いやまあだるいからやめるわっつって。疲れたから。いやトータル3000枚出たのか。450円ぐらいしたの。これはぼったくり。なんかアメリカのニューヨーククッキーみたいな。うまそうだなと思って。ちょっと冒険したんだけど。ドンキホーテで買ったけど。これ絶対そんないいもんじゃないよ。400円もするもんじゃない。むしろ100均でちょうどいい。昨日夕飯何食べたっけな。カレーだ。エヴァのプラモデルとか作る企画はないですね。手棒もないですね。アメリカのお菓子は当たり外れ。でもアメリカはあんまうまいもんないよね。ダイレクトに甘いもんね。アメリカ人すげえよな。バケツみたいなアイス食うじゃん。映画見ながら。大丈夫かよってなるよね。アメリカ人すげえよな。バケツのさ、
アイス食ってるシーンとかすごくない？ステーキもまずかったわ。家庭料理のステーキまずかった。やめたくはない、スケボー続けたいけど。あ、やらないっすね。釣りはね、何回、いや憧れはあるの、釣りは。ただ俺、まあ MC あのね、 MC ね、俺ね、沖縄でも釣りやったんだけど、生まれて初めて釣ったの俺小学生の頃なんだけど、同級生のお父さんに連れててもらったの、同級生と。長靴が釣れたの。嘘みたいだろ。長靴が釣れて、で次釣れた、なんか来たって言ったら、何釣れたの、シャコが釣れたの。なんかすげえはしゃいでんの。シャコが釣れんの珍しいよ、すげえよって言ってんだけど、俺魚釣りたかったわーと思って、海釣りだったんだけど。で、池堀に行っても、ね、何やっても釣れないの、俺。だから生まれて魚を釣ったことがないの。本当にセンスないの。マジ。だから釣りとか憧れるんだけど、もうダメ。釣りは本当にセンスない。だから釣りは、なんか趣味な人見ると羨ましいなと思うんだよね。釣れないんだよね。もう絶望的にセンスがないんだと思う、多分。あ、釣りできる人羨ましいよ。長靴釣った時はマジでビビったもんね。漫画かよと思って。本当にこんなことあるんだ。沖縄の時は何も釣れなかったね。いや、もう網投げるとか、だから狩りは興味あるよね。イノシシとかも撲殺するみたいな。でイノシシの肉食べるとか。針取れてなくなったよ、うん、だから釣りは多分向いてない。それよりもなんか追っかけて屠殺して食う方が向いてると思うよ。狩りなんか斧とかね。え、ウサギってうまいのかな。ウサギでも可愛いじゃん。なんかもっと凶暴なやつの方がいいでしょ、食うんだったら。ウサギ食いたいと思わねえな。ウサギってうまいのかな。ウサギかわいいかな。ハム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 ってずっとしてるから。鹿とかいいじゃん。やってみたいな、リオーネ。ウサギあんま美味しくないんだ。野生まずいのかな、うん、野生で、うん、まずいの。おい、ワードツーいらっしゃい、ね、まずいのかな。うまいから家畜化したんじゃないの。でもすごいよね、イノシシを家畜化して豚になったんでしょ、うん。牛も角がなくなったんでしょ。なんで飼いならされると牙が取れるんだろうね。牛？いや、だからじゃあバッファローみたいなやつだったんでしょ。いやいやいや、笑い事じゃなくて。野生はまずい、ね、うん。トドの肉の缶詰なら売ってるの見たことある。ああ。横浜に漁師が住んでるみたいだけど、ジビエだっけ？会いに行って放送する。イノシシうまそうだけどな。ジビエがよくわかんねえな、うん。パサついた肉、まあ筋っぽい肉だろうね、多分。イノシシうまそうだけどな。
カチカチ。いやだからそれ調理方法じゃないの。へえ、嘘、いるの？イノシシ狩りしてる人。紹介してもらいてえわ。解体までやってんの？いやもう本当に屠殺は経験したいんだよね。牙が取れるのはおそらく野生で敵に狙われることがなくなるから。あ、遺伝子が欠落してくるのかな。でもそれ面白いよね。戦う必要なくなると牙が取れるの。野生のジビエと野生の、いやそれその配信は見たいわ。なんていう人なんだろう。屠殺は一回経験しないとダメだと思ってんの？ガキの頃から思ってんの？屠殺はやりたいっていう。死ぬ気で味変わる。いやそれはだからあれ、俺家畜の豚も一緒だと思ってんの。ただ処理がうまくできてるだけだと思ってんの。だから屠殺とかはその処理が難しいだけなんじゃないのっていう。野生だからだからちゃんと処理場みたいなところでちゃんと血抜きとかうまくやったらうまくなるとは思ってるけど。屠殺は経験してえな。だって本来それが命をもらうってことだからね。あのね、なんだろう、いや問題になる意味が分かんなくて。じゃあなんだよっていう。その屠殺場で働いてる人たちはみんなかわいそうな人なのかよっていう。そう思わない？あ、餌で味変わるのはあるか。はい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 。食べてるから屠殺は見た。そう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 。ああそうなんだ。いやだから俺は経験したい派なので、羨ましいと思うの、その屠殺を経験した小学生とか。でもね、ばあちゃんは屠殺経験してるのにかわいそうだって言ってたんだよ。えっと思って。経験してる人が小学生にこれかわいそうだよって言ってて、何なんだっていう。絶対経験してた方がさいいと思うんだよね。肉食ってんだから。でそんなんでショック受けて肉食えなくなるぐらいだったら肉食うなって話じゃない。取り育てて食べてみる。ここでここで朝5時になったらコックックトゥルトゥルーって言うんだよ。おかしいでしょ。新宿だぜここ、経験したからゆえなんだろうね、ばあちゃんの場合。それ不思議だったね。ばあちゃんやれやれって言うのかと思ったらかわいそうって言ったんだよ、ね。いや、あの、いや、生、その、映画の意見とかどうでもいいんだよね。生で体験したいんだよね。そう、なんか映画とかググったから、俺の体験みたいに語るやつが大っ嫌いで。釈迦は食いたいとは思わないかな。だって、まずそうなの。ガリガリだからね。どんぐりを食べさせた豚と穀物を食べさせた豚、味が近かった。あー。いやなんか戦ってみたいよね、豚とかと。いやマジでマジで笑い事じゃなくて。怖いよ。いや怖いでしょ。でもそれが食べるもののなんつうのやり取りなわけじゃん。やられっかもしんないし。世界の潮吹きさん、すごい名前だね。世界の潮吹き、ありがとう。世界の潮吹き、うん、3人ぐらい出てきたな。メイン赤です、これかな。なんで複数アカウントあるんだよな、めんどくせえ。あー、あった、解体やってる。あ、やってるやってる、ほんとだ。あ、解体やってるわ、狩猟やってるわ。この人どこに住んでる人なんだろう。ちょっとマジでオファーしてみようかな。ちょっと僕もやらせてもらえませんかって。いや退屈っすよ。うわー、さばいてるさばいてる、
すげえすげえ。あれ5分で終わってるからこれバンでしょ。これ5分で放送止まってるから多分バンでしょ。違うのかな。やっぱ放送は無理なのかな。無理か。無理か。死んだ瞬間物に変わるのかな。だからその食べ物って結構怖い概念だよね。食べ物っていう言い方っつうか。これはバンになる。バンって何なんだろう。有精卵を買って、あれがそうじゃん、あのスーパーのさ、ウコッケーだっけ、小さいたうずらだ、うずらの卵って、あのすごい確率で孵化するの知ってる？みんな。うずらの卵って温めると生まれちゃうんだよ、結構な確率で。何200個に1個だっけな、10パック入ってるでしょ。でうずら飼ってる人とかいるんだよ。かわいい。いやうずら結構でかくなるよ。うずら鶏ぐらいの大きさだよ。いやマジだよ、うずらを羽化させる、なんかペットを、うずらの卵をペットにしてる人結構いるんだよ。うずらの卵温めてたら生まれたわっつって。やる？うずら。ただなんかそう温めてないといけないらしいよ。多分うずら、いやうずらでかいよ。うずら。ちょっと待ってね、うずら。有精卵確率検索してみようか。いや結構でかいよ。スーパーのうずらで羽化する。どれくらいの確率だったっけな。うずら。うずらは17日で生まれる。うん、やっぱ生まれてるぜ。何個に1個ぐらいの確率だったっけな。いやうずら、うずらって食い物の、いやわかんないよね。17日間さ温め続けて生まれてこなかったら何なんだこれってなるからね。ね、生まれたら育てないといけないから、やっぱり。半の友達っつうか、うずらにやられる可能性あるでしょ。うずらは食えるんだ。いやでも飼ってるもんを食うっていうのはちょっとな、愛情湧いちゃうからな。俺はできねえかな。生まれた時から見てるものをさ食うってできないな俺は。だから牧場とかで働きたいんじゃなくて、狩りをやりたいのはそこなんだよ。いや知らない他人なわけじゃん。他人っていう言い方もわかんないけど、情がないから、要はもうぶっ殺し合いなわけじゃん、お互い。それはいけるけど、子供の頃から育ててるものを殺して食うっていうのはなんかできねえな。うさぎ配った国。ああ、そうなんだ。へえ。量ならいける。と思ってる。わかんないよ。だからどういう感覚なのかなっていうか、その殺し合いをするわけじゃん。まあね、銃持ったらこっち側がもう 100% 勝つようなゲームだけど。ああだからそこでもそれはまあトラウマなるわな。だからまあ牧場の人と屠殺をする人で仕事を分けてるわけだもんね。役割分担で分けてるのはそこだよね。
牧場で殺したような話だからね、あれは。どうなんだろうな、育ててるものを確かに殺すっていうのはそれはトラウマになるよな。名前をつける必要、いや名前はつけるでしょ、飼ってたら。確かにそう考えると良くないね。だから屠殺の高校と屠殺中学校と育てる中学校は分けるべきだったよね。もしくはお互い同時に育てて屠殺は交換、それだったらトラウマになんないんだ。知らない豚。タンパク質が不足してる国が国民にウサギを配ったらみんな可愛がって、あーうま、あ面白いね。いや食い物として配ったんだウサギを。そしたら可愛くて余計食えなくなっちゃったんだ。すげえな。犬か、犬は食いたくねえな。犬怖えんだよ俺。犬の頭の良さっていうか、あの懐き方は怖い。なんかもうついてみますみたいな、頑張りますんで大好きっす。わかんない。主人最高っすよみたいな、もうよいしょよいしょ、たまんねっすわーみたいな、お腹の方触ってもらって嬉しいっすみたいな。犬怖えわ。犬テンション高いし、猫はまあ自由じゃん、気まぐれっつうか自由な感じだけど、犬はね、なんかなんつんだろう、もうなんかもうサラリーマンみたいじゃん、あいつらすげえ怖え、すげえ怖え。犬は苦手なんだよ、可愛いんだけど、なんかいいよって、そんな気使わなくていいよって、いやもうこれ自分の生き方っすみたいな。ほんと最高っすねみたいな、ここの家に生まれてよかったっすわみたいな、すごいなんか媚びの売り方が。いやリーマンでしょあんなもん。なんか苦手俺は、すごいやだ。だから政府の犬とかさ、その犬っていう表現するじゃん、飼いならされたりとか、そのわかるもんね、なんとなく。犬は周りの、犬は従うことに喜びを感じる。そう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 、なんか俺は合わない、犬の生き方は。犬っぽいやつっているじゃん。いやいや本当に本当に、ああ、アイテムありがとう、最高っすねみたいな。気持ちいいっすね散歩はみたいな、なんかもう、もう体張って守るんでみたいな。なんだろうあれは、犬の。いい子じゃん。え？いい子じゃん。いい子っていうかさ、そのアピールがすごいじゃん。なんか、なんつんだろうな。なんかこう、なんだろう。いやだから可愛いんだろう。もう俺死んだら犬こいつと一緒に埋めてくれってなるんでしょ。だけどなんだろう、もうけなげというか、なんつんだろうこういうの、そう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 、そこまでしてくれなくていいよっていうか、もっと自由にいいよっていうタイプなの俺は。だけどもう先輩みたいな、先輩っつうかご主人様みたいな、もうなんかもうなんつんだろう、過剰っていうか、演出が過剰というか、なんつんだろう、オーバーリアクションというか。犬苦手なんだよな。いやまあ可愛いんだけど、可愛いし嫌いじゃないんだけど苦手、わかるでしょそういうの。可愛いし好きなんだけど苦手なんだよ。あ、そうなんだ。あ、そう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 、石野とかが好きなのはそこだよ。全然こびないし、なんなら噛みついてくるじゃん。餌与えてるのに噛みついてくるんだよあいつ。ワニみたいなやつなの、本当に。ワニだよワニ。ご飯だよっつったらガブーって噛まれんのここ。って。昨日懐いてたじゃんみたいな、ガブー
そう。あーだからね、常によいしょされてる。だからその先輩も嫌いなの。なんかそのなんつーのなんつーんだろう、その先輩側もなんか嫌いだし、よいしょされてる後輩側も嫌いなので、そういうことよ要は、うん、そうなんだよな。石野はもうだから自由だよね、爬虫類とか、うん、そういう感じだよね。そう、花火上げてもブロックするってことはそういうことでしょ。全然ルール無用気分のみ。先輩風吹かしてるっていうのが苦手な世代だね俺は。世代的なもんだと思うよ。なんかその先輩後輩っていう関係がダサいっていう世代だと思うね、ちょうど、うん、そう。ああ、そうそう、餌と家与えても知恵遅れのクソババアぶっ殺すって言っちゃう、うん、はい、こんばんは。なんだろうね、なんだろう、あの先輩後輩みたいなサラリーマン的な関係がよくわかんなくて、なんか偉そうにしてるやつが俺嫌いなんだよね。いるじゃん、なんか金持ちで偉そうにしてるやつとかも俺意味わかんなくて、いやお前が偉そうにしていいのはお前の部下の前だけだよっていう、わかるでしょ。なんか商談とか社長やってた時に俺普通に言ったもん、なんか5、60のすげえ大金持ちが俺に偉そうにしてて、ちょっと待ってっつって飲みの席で、結構人いたんだけど、お前なんでさっきから俺に敬語使わないのっつって、何勘違いしてんのっつってすげえ揉めたことあんの。結構何十億か稼いでるなんか偉い社長らしいんだけど、いやお前俺とは関係ないし、お前から金もらってねえから、なんお前俺に敬語使えよっつって、なんでお前さっきから俺に偉そうなのって本気で思うもん。言っちゃうタイプ。お前が呼んだんだろ俺のことって。よくわかんないよね。金持ってて給料与えてるんだったら、俺がもらってるんだったらお前に媚び売るけど、俺お前に何のメリットもねえぞっつって、お前にお前偉そうだけどっつって、よくわかんねえよ、金払ってから言えよっていう。めちゃめちゃ周りの先輩に怒られたけどね、めちゃめちゃ怒られたけどね、うん、いや大丈夫でしょ。だってアパートに勝手に住ましたらいけませんなんて法律ねえんだから。浅井さんが金払ってんだから、浅井さんが決めることでしょ。あとであげようと思ってたんじゃなくて、先に払えバカって感じだ。そう思わない？あとであげようと思ってたのになんかいくらでも言えるじゃん。そんな後出しじゃんけんに引っかからねえよっていう。先に金をよこせっていう。腹立つよね。ああいうなんか、その、金持ってるのは別にいいことだと思うよ。だけど、相手選べよって思うの、俺は。相手を間違えるなよって。俺別にお前が死んでも困んねえかなっていう、うん、腹立つよなあいうの、偉そうにしてるやつ。俺に対して偉そうにしていいのは俺を食わせてるやつだけでしょ。いや年上だから何なのっていう年上だから何なんだって話じゃん。俺あの言っとくけど、気持ち悪い宗教やってねえからって。それ儒教っていう宗教なんだよ。俺無宗教だから関係ねえからって。てめえの宗教押し付けてくんじゃねえよっていう。そう思わない？てめえが儒教を信仰してるのはてめえの勝手だけど、俺に押し付けてくんなよって。宗教の勧誘かよみたいな。年上だから何なんだよっていう。殴りたくなるよね、うん、そう。でもこれは俺が言ってる方が正しいと思うよ、うん、素敵やんありがとう、うん、言ってることはめちゃめちゃ正論だけど言っちゃダメって怒られたなんで正論なのに言ったらダメなんですかってなるでしょ。
ワド言ってることはめちゃめちゃ正しいんだけど言ったらダメって言われた。何それって思って、そうそう、年寄りが都合のいいルールなんだよ。でお前のルールになんで俺が従わないといけないんだよって。そんなルールに従いたくねえから俺自営業やってるし会社作ったんだわってでしょ、あ、だから警察のタメ口に何回も吠えてるよ俺ね。うちのリスナーさん知ってるよね、警官に何回も噛みついてるよね。ちょっと来てって言われて、おめえが来いよって。まずこっからだから、ちょっと来て君って、おめえが来いよって、俺てめえに言おうねえわっつって、こっからだから大体警官とバトル毎回そうだよね。あ、ごめんごめんっつって、放送止めてくれる、なんでっつって、なんでてめえにその権限があんだよっつって、もう喧嘩腰だから、初っ端だから毎回そうだよね。この家にも何回も来んの、何っつって、あーどうのこうのっつって、帰れっつって、じゃあ住所だけでも教えてっつって、なんでお前に教えんのって、てめえの住所と家族構成と出た学校と戸籍謄本と全部俺に教えろっつって、まずそっからだよっつって毎回そうだよ、めちゃめちゃ言うから俺、いや本当にこんな感じだよね毎回、はぁっつって、そうなんだよ、東京の景観が本当に良くないの。だから旅配信するじゃん、県が変わった瞬間にどうもごめんなさいねお忙しいところってすごいいい感じなの。だから他の人には、いやおまわりは仕事だから、それはおまわりの仕事だから、おまわりルールでやるよ、俺おまわりじゃねえから、俺おまわりじゃねえから、でしょ、だからそれを勘違いしてんのがおまわりの、いや仕事なんで、いや俺お前の仕事やってねえからって、関係ねえからって、仕事だから何なんだよっつってうん、今まで先輩後輩、あそうだよそうだよ、ブラック企業だよ、ほんとほんと優秀な人材逃すよ、うん超警官はほんと優しい、礼儀正しい、親身になってるし、東京だけ横柄なの、ほんと東京のそういうとこは良くないわ、アイテムタイマーはもうやめた、別にアイテム投げたきゃ勝手に投げてくれっつってる、仕事にノーギャラだからね、何の権利があんだっていう、でなんで知りもしないお前に俺の名前を教えないといけないんだっていう意味が分かんないよ。バカありがとう。いやーどうなんだろうね、よく分かんねえわ。はいよ、アイテムありがとう、負けるありがとうね、いつも。警察官って国に雇われてるってだけで他人よりも上って考えて動いてるの見え見えで本当にうざい。なんだろうな、いや別に普通に話しかけてくれゃいいじゃんっていう。いやー通報入っちゃったんすよ。あそうなんだ、はい、なんかありました、いやないけど、いや通報入っちゃったんすよ。あそうなんだ、でいや通報が入っちゃったんですよ。で、あ、じゃあ身分証をお願いできますか。なんで、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 帰って、いや帰ってじゃなくて、仕事なんで。あ、そうなんだ。なんで俺が身分証を出さないといけないの。理由は、なんで、帰りますって。どうぞ、どうぞ。いや俺毎回こんな感じだよ、まんまこんな感じだよね、はいっつって、なんすか通報入っちゃったんですよ。あそうなんすか、でで体育会系のブラックも嫌だけど、 Google みたいな子供の集団みたいな会社も気持ち悪い。 Google 生で見たことあるけどめちゃめちゃかっこよかったわ俺。Google なんか猫みたいな、なんか高級な犬みたいな、こうやって歩いてたよ。
かっこよかったよ。ストレスない感じだった。今応援呼ばれたことなんかないよ。うん、だって応援呼ぶってどういうことってなるでしょ。Google はみんなかっこよかったんだよ。いやだから本当の勝ち組はこういういい企業で働くんだっていうのが俺の実際見た感想。すげえ羨ましかった。あ、グーグル働いてたらなんかいいなって。普通になんかかっこよかった。オフィス通されるじゃんエントランス。あ、ありがとうねアイテムロビさん。グーグルどうぞって言われて、まあお好きなところへって言うけど、普通のなんか待合室じゃなくてなんかオブジェとかがすごくて、グーグルバーンって書いてあって、なんかもうみんな私服で、で、あ、飲み物ここにいっぱい入ってるんでって言ったら、コカ・コーラから何からもう自由に取り放題の。もうじゃあコーラいただきますって。あ、ありがとうね MC。 ドリンクバードリンクバーっていうか、だから缶ジュースがブワーってなんかあの透明の冷蔵庫に入ってて、うん、なんだこれみたいな、うん、すごかったね、うん、めちゃめちゃ良かった。 Google 最高だったね。Google 誤解されてるけど気が狂うほど厳しい。あ、そうなの。気が狂う、いやだからすぐクビになるだけだと思ってるよ。能力のないやつはクビ切られるんだろうけど、別に普通に能力に見合ったら切られないでしょ多分。だから売上達成とかできなかったらバイバイでしょ。でも自由にやってたよ多分。コカ・コーラだったかな、ペプシはなかった。だから気が狂うほど厳しいんじゃなくて、自由なんだけど使えねえやつは追い出すんだと思う俺の予想。多分自分のオフィスにおもちゃ持ち込んでるバカ多かった。あ、だから自由なんだよ自分のオフィス。俺それがいいと思ったよ。だからフィギュアだらけの部ね、自分のその仕切りのところにあったりとか、あれ良くない？それでパフォーマンス上がるんだったら全然いいっていう考え方だね俺は。フィギュア置くだけでさ、萌えフィギュア置くだけでさ売り上げ100倍になるんだったら置け置けって感じだよ俺だったら。俺はね、俺の考えだよあくまで。そう、成果に応じた対価だから。だから結果が出ないやつはクビでしょ多分。見苦しいかな。なんだろう、俺は別に成果出せるやつは何やってもいいって考え方だから、うん、Google の 80% ルールって有名だけど、80と20で2つのタスクが必要。なんだろうそれ、 80% ルール、80と20で2つのタスクが必要、どういうことだろう。俺も年功序列はよくわかんないかな。だからたまに俺言われんだけど、よくなんでお前そんな偉そうなのってよく言われんの、放送やってて。でもそれを言ってる俺はフラットに対応してるつもりなので、なんでかって言ったら年齢わかんないわけじゃん向こうの。10歳なのか60歳なのかわかんないの。だからネット上ではフランクにやろうって考えなの俺はね。向こうも名前も住所も知らないし、お互い別に何も干渉しないんだから楽しく喋ろうって思ってんだけど、お前偉そうだなって言われるんだけど、いやあなたが上から見てるからでしょって。あなたが普段年下の人間に敬語使われてるの慣れてるから俺にそう思ってるんでしょって。俺別にあなたのこと蔑んで見てないよって言っても偉そうだわって言うんだよ。それはあなたが偉そうだからでしょって言うんだけど、オフィスは応接室じゃないし何を言っても自由。まあまあ日本的ではないけど、俺はそれはありだと思ったけどね。あー、年収制とか出来高何パーセントって企業増えてんだ。そうでしょ、その理論からするとそうでしょ。勝手に向こう側は俺の年齢とか見た目が見えるから、こいつより上だわって言ってお前偉そうだなって言ってんのよ。でも俺はそういろんな人が何歳なのか、男なのか女なのかも分かんない、金持ちなのか貧乏人なのかお釜なのかすらも分かんないから、なるべくフラットに付き合おうとはしてんだけど、たまに言われんだよね偉そうだなって。みたいな。
ちょっとびっくりするよね。普段偉そうにしてるやつほど他人が自分より、いや、わかんないわかんない、何をもって偉そうなのかわかんないから、別に俺は普通に思ったこと言ってるだけなんだけどね。そうそうそう、その通り、お前偉そうだなの一言が偉そうな、うん、こんばんは、うん、稼げないやつはいらないんだよ、稼げるやつはいからでも仕事も金も入る。まあそうだろうね。あ、まあまあ、できないやつは金も仕事も手に入らないっていうのはまあ普通な考え方だよね。リアトツマチの予定はないっすね、僕は。はい。いや、あのね、配信会で配信のキャリアだったら俺はあると思う。うん。配信長くやってる人の方が俺はリスペクトはあると思ってるの。で、俺はそれ大事にしてんの。だけど年齢はあんまり。うん。配信で結果を出してるかな。キャリアもそうなんだけど結果だよね。うん。長くやっててうだつ上がんない人なんか腐るほどいるから。まあだから、その、キャリアプラス結果だよね。まあだから、荒野に対してもリスペクトあるよ、俺は。やっぱ、まあまあ、結果でしょ。うん。礼儀的なものの意味がわからん。俺は礼儀は大事だと思ってるかな。配信はある程度、年齢に比例するところあるから、そう言ったんだろうね。あ、でも荒野とプライベートで実は俺飲んでるんだよ。配信回さないで俺荒野とプライベートで 1,2 時間飲んだのね。あ、でもしっぽり話したけど、やっぱりその有名になりたいっていうのとか狙ってやってないって言ってたの。なんか勝手に人が増えて勝手にお金くれて、だから別に有名になりたいとか金稼ぎたいとかなくて、普通にやってるだけで勝手に周りの大人がなんかわちゃわちゃしてるんでよくわかんないっすみたいな。だからどうなりたいとかもないらしいよ。有名になりたい、大手になりたいとかないって。ただその金梅さんのファンだったらしいのが10代の頃で、金梅さんが今僕のことテロップに書くんで、それは嬉しいっすねって言ってたよ。なんか金梅さんが荒野がどうのこうのとかテロップとかタイトルに入れるじゃないですかって、それは嬉しいっすねみたいな。うん。だからそのなんだろう、そういう感覚なんだと思って。1年後の目標はないっすね僕は。なんか意外だったかな。だから勝手に周りがなんかもてはやしてる状態みたいな感じだ。ガチの相談なんだけど聞いてくれる？電話かけてきてくださいよしさん。はい、電話かけてきてください。どういう印象っていうか、まあそうなんだっていうか、うん、そうなんだ、すげえなーと思ったけど、はい久しぶり。うん、20代配信です。では一般企業に入れないから腹くくってないとね。腹くくるっていうか、なんつうの、働くっていう考え方あんましてないと思うよ。稼いでる人はやることねえから配信やってるだけだから、一般企業に勤められるような人は配信やらないし、むしろそんな時間ないんだよ。うん。だから別に中卒とかさ、障害者とかばっかりじゃん。ね。一般企業目指してる配信者見たことねえけどな。なんかそこが普通の人とのギャップなんじゃん。うん、できれば働きたくないぐらいにしか思ってないんだから。社会的信用勝ち取ろうとかないよ、うん、そういうの。今さら上場企業に勤めたいとかないっすね。もともとの
土台が普通の考え方してないからこういうことやってるわけだからさ。例えば芸人さんにそれを言っても多分意味がないでしょ。例えば親と、例えば芸人さんの若手にさ、テレビとかまだ出れてない子とか劇団に行って、あんた就職はって、お前親かよってなるぞ。俺らそういう生き方してねえわって言うでしょ多分。最初から土台が違うよね。そう、いや稼いでるかどうかはまた別問題でしょ。稼いでない人もいるから、配信やってみていいなとか思えないでしょ別に。本当に一握りだけだからね、本当にいい思いしてんのは。どれだけ稼げてない配信者が、すっごいピラミッドだからね。みんなが、みんなは有名配信者しか見ないじゃん、ぶっちゃけな話。中堅以上しか見ないでしょ。かっそかその配信見てあげな。こいつバイトやりながら、まあ面白くないんだけど、面白くないから人が来ないんだけど、だけどとんでもない過疎はいるよ。みんなが言ってんのってヒエラルキーっつって、ピラミッドの上層部だけの話なんだよ。本当にとんでもない過疎の子とかいっぱいいるけど、みんなバイトしながら頑張ってるでしょ。で、歯医者さんの配信者とかいないでしょあんまり。ドクターの配信者とかで、いたとしてもあんま売れてないよね。やっぱり時間が短いし、配信にそんな暇つぶしでやってんだから、冷やかしなんだから、あんなの。だからそれこそ、その上場企業の人が配信でプロ目指しますみたいな人が出てきたら面白いとは思うけど、まあそんなことは起こらないわな。地位とか社会的地位とかある人が降りてくるっていう、配信で俺は食ってくわっていう、それはまだまだ先のことだと思う。まあ居づらいわな。で、過疎でも、売れる子はすぐ、もう、あ、違うわ、この子って。すぐ目が行くよね。発想が面白いよね。考え方、発想が全然違う。アメリカ人、地位ないよ。アメリカ人は、典型的に、親が起業家で、親がそこそこ金持ってて、っていうタイプだと思うよ。で、息子も起業してみましたっていう。なんかその、アメリカ人仕事できんのかな？何やってんだろう。なんか親から仕事もらってそうな感じがする。だから、ボンボンの子っていう。え、そんな感じしない？しないかな？アメリカ人がバカだとは思わないよ。ただアメリカ人が本腰で会社の経営をやってて、そうって言うんだったら、その配信でアメリカ人とかやるかっていう。だってあれを従業員が見てる可能性もあるわけじゃん。だから道楽でしょ。違うのかな。どうなんだろう、よくわかんないけど、触れないでおく。ああ、そうしようか。触らぬ民に、触らぬ神にたたりなし。いろいろ謎多い。例えばそのイラストレーターとかよく使うんすよって言ってたの。だけどアメリカ人が作ったら、パチモンとかアメリカ人のあのイラストレーターを使った画像のロゴとかを見る限り、俺能力低いと思ってんの。もうプロのデザインじゃないんだよ。そのデザイナーとかと関わったらわかるの。デザイナーってもう圧倒的にデザイン力が違うのよ。だけど、そう、素人でも出ちゃうの、それは。そのパチモンを作ってもセンスが出ちゃうんだけど、アメリカ人が作ってるイラストレーターとか使ったり広告代理店やってますって言うけど、その明らかに知識とかが欠けてるというか、なんだろう、どうなんだろうっていう、企業デザインの方面、企業デザインの方面、
だから唯一俺はアメリカ人がその企業っぽいなって感じのイラスト屋を使ってるでしょ。著作権フリーの画像素材をアメリカ人ってサムネにしてたの。だからそれはなんかデザインあの精通してるなって。だから俺がさ一回さあのイラスト屋の画像を使ったことがあるの、シャイニーのネタをやった時に。そしたらアメリカ人の絵っぽいって言われたけど、やっぱ普通の人は知らないんだよね。だやってるのが嘘だとは思わないけど、その社会的地位があるかどうかは分からんわ、アメリカ人が。栄養ドリンクユンケルとか飲まないっすね。うん、あ、いたけど速攻ブロックしたね。いや別に仕事してないとは思わないけど、そうアメリカ人が才能があって気づいた会社ではなさそうな感じがする。なんか親からお前何もやらないんだったらちょっと税金対策で会社やれみたいな感じに見えるんだ、うん、暇すぎて、ああもう豊かすぎたのか。会社が成功しすぎて、もう部下が育ちすぎてやることがなくてアメリカ人になったのか。それだけ喋ってたら疲れるでしょ正直。ああ、だからすごいよ、もうほんとびっくりするんだけど、配信8時間とか終わるじゃん。のんちゃんスーパー飯買いに行こうってなるじゃん。ほんとこれほんとなんだけど、のんちゃんほんとだよね、あのスーパーで俺立ちくらみっつうかフラフラだよね、ほんとに。うわうわってなってんの。だから喋りすぎてカロリーがやばいことになってんの毎回。だからあの芸能人よりも喋ってるから、プロよりも。うん。栄養モンスターとかレッドブルとか飲むけど、あれはどうなんだろう、エナジードリンク、栄養ドリンクなのかな。コメントの仕方でわかるでしょうじゃなくて、うぜえやつは本人だろうが偽物だろうがブロックするし。あの本物か偽物かじゃなくて、俺は別に有名な人だろうがなんだろうが関係ないの。うざっと思ったら速攻ブロックするの。ドレさんですらブロックするから。だからドレさん怯えてるんだよ。ドレさん俺の大ファンなの。だからいつも潜って、ここだっていう時にコメント書くのね。だから一回ブロックされてるから怯えてるんだよ。え、ごめん、詐欺師が NG ワードだからコメント見れないわ、よくわかんないわ、うん、ドレさんはブロック解除したの。いやだからどうしよう、なんか次の日の枠でなんかドレさんが嘆いてたぞって、ワードの放送が見れなくなったっつって本気でへこんでたぞってリスナーさんからすげえ言われたから、あじゃあいいよっつって解除しとくわっつって俺の放送ブロックは結構ガチでへこんだらしい、へらったって。喋りは結構疲れますね、体力使いますね。頭めちゃめちゃ使うからね。トレさんを虜にするなんてすごいじゃないか。いやすごいっつうか、あれで俺の放送の正しく見れてんのトレさんぐらいだと思うよ、配信者で。
だからいつも言ってるけど、バカには分かんない放送やってるから、うん、あ、誤解だったの、はいはいはい、あ、分かった分かった、オッケーオッケー、あ、よかったよかった、とにかくなんとかなったのね、うん、よかったよかった、オッケーです、はいはい、あ、別に謝んなくていいからね、うん、いっちゃん別に俺嫌いじゃないもん、ブロックしないよ、前から言ってるけど、いっちゃんが俺に噛みついてただけだから、コメントはやっぱしたいでしょ、あとログアウトすれば見れるんですよ、ブロックしても、ただログアウトするのって結構一手間かかるのね、やっぱりログインして自分のアカウントでずっと使いたいから、ブロックって結構嫌なんだよ、自分のアカウント一回一回入れ替えないといけないじゃん、携帯電話でもスマホでもパスワード覚えてて、だからねやっぱブロックは効くよ、俺もだからうなちゃんマンとサメ島さんにブロックしたから一回ももう数ヶ月放送見てないもん、ああそうなんですね、了解です、やっぱりめんどくさいっていうか、ワドを見るのに一回ログアウトしないといけないのはだるいでしょ、ログアウトしたら見ることはできるけどコメントが打てない、やっぱね、リスナーはコメントを打ちたいでしょ。ブロックした方も相手も見れない。あ、そうだよ。例えば俺が金梅さんをブロックした瞬間に、おすすめ欄から金梅さんが消えるの。要は俺がもう干渉できなくなるの。で、例えば金梅さんが俺のことブロックしたら、金梅さんのおすすめが消えるの。だからいつの間にか、あれこいつ放送やってないなってなの。俺が三島さんのことをブロックしたらおすすめ欄から俺が消えるのよ。あ、いや迷惑だと思ってないんで、はい、大丈夫ですよ、もう謝んないでください。だから俺が三島さんブロックした瞬間にもうおすすめのトップページから俺が永遠と映らなくなるから、あれ最近窓をやってねえなみたいな、そういう感じね。あー、そうなんだ。そう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 。だから俺鮫島さんの放送やってるかどうかを知らないの。いつも鮫島さんが放送やってるわ、見てみよう、ブロックされましたじゃないの。鮫島さんが消えてるの。だから見ようがない。わざわざ鮫島さんって検索してプロフィールページに行ってブロックされてますって表示されるから。検索わざわざしないでしょ、自分から。いや、いい機能だと思うよ。要はアンチが湧かないようにするっていうか、最近あいつやってねえな状態にするっていう。フォローって何の意味があるんですか。例えばヨセミテさんがふわっちにログインしたトップページに出るじゃないですか。でおすすめっていうのは人数が多い順に並んでるんですね。だから今金梅さんが一番多いはずなの。だけど和道のことをフォローすると和道の方が少ないのに、和道の方が金梅さんよりおすすめに乗るんですよ、僕の放送やってたら。つまりこの人のことを追っかけたい、埋もれてても上の方に表示されるからすぐログインできるようになるっていう。わかる？人数のバランスよりもこの人人数多いけどこっちの方が優先だよっていうアルゴリズムが変わるの。だからこの人の放送を追いかけたいなと思ったらフォロー。だけど通知を入れてたら和道の放送ヘビーで追いかけたい、毎回見逃したくない人は通知を入れるの。通知を入れると何かっていうと、和道の放送始まったよ、ピコンってなるのよ。だから見逃さないでしょ。で、あ、今見る気ねえわと思ったら×を押せばいいだけの。 OK。 でフォローっていうのは、いや俺は通知うざいわ、ただ俺が暇な時ふわっちログインした時に和道がすぐ見つかるようにしたいわっていう、その通知とフォローはそこ。だフォローっていうのはその応援するための機能だし、通知っていうのはもうヘビーリスナー向けの機能だね。その二択がある。でも本当に好きな人はフォローと通知は両方入れる。だからフォロワー数が多いっていうのはもう追いかけたいっていう人が多い、見逃したくないっていうファンが多いっていうことな。だからすごいよね。
金梅さんなんかあのツイキャスの通知数15万人だよ。金梅さんが放送始まった瞬間に15万人が J アラートみたいになるんだよ。ピコン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 って15万人日本中でなるんだよ。やばいよね。そりゃ影響力あるわ。俺も別にアメリカ人嫌いじゃねえよ、うん、いらねえからポンプめんどくせえからブロック入れるよ。リスナー同士のフォローは慣れ合いでしょ。あ、僕はあの一曲歌ってほしかったら花火ください。ありがとうございます。嫌いなやつをね見たいっていう心理は俺には分かんないですね。三島さんよく嫌いな人間が気になるっていうのがよく分かんないっすわ。俺エヴァンゲリオン大嫌いなんだよね。昨日も見て半年前も見たな。いや漫画も全部揃えたわ。であいつがあんなこと言っててさ、シンジ君許せねえわ。大嫌いだわ。アスカ派？レイ派？お前アスカ派か？アスカ好きなの？俺はレイ。大嫌いだわエヴァンゲリオン。新作絶対見るけどね。病気だよ病気。意味わかんなくない？たまにいるんだよね嫌いアピールするやつって。嫌いなら見なきゃいいのに。嫌いなものを見るってアホだよね。周りから見て聞いててお前普通のやつより見てるぞって思わない？めちゃめちゃ好きじゃん。俺嫌いなもの見れないかんな。あ無理だわっつって終わりだもん。無視するほど嫌いっていうか、嫌いなものに人生の時間割くのってもったいなくないですか？嫌いなものに人生割く人はよくわかんねえな。なんかもったいねえその人の生き方。いやまあいや俺いっちゃんのねボンクラって言い方が好きなんだよ。ボンクラボンクラこの野郎っていう。ボンクラってなかなか聞かない言葉だから、なんかボンクラっていいよね。嫌いな人のことを言うなって言われるでしょう多分。なんか嫌いアピールの意味がないから、本当に嫌いだったらいやその話やめてとか帰るわってならない？俺結構そういうタイプなんだよね、そう矛盾してるように思えて。そうで、しかも周りはへーって結構冷めた目で見てると思うの。何この人っていうか、嫌いなものを熱く語ってるわと思って。だからよくわかんねえわ。別に好きになればいいのにっていうか普通に、誰に限らずだよそれは。別に俺の話をしてるわけじゃなくて普通の話をしてんだよ、
ハンバーガーマクドナルド大嫌いなんだよねって、行かなきゃいいじゃんって、いや新作が気になるんだよねって、月見バーガーがどんな味なのか気になるじゃんって言われてもよくわかんねえわって全然よくわかんねえわいや表裏一体とも思わなくて、いや好きって言わない、好きっていうのがダサいと思ってるだけでしょって、子供じゃねえんだから、かっこよくないよその発想って。好きなもんは好き、嫌いなもんは嫌いって言えばいいのに。なんか日本人なのかな、日本人だからなのかわかんないけど、好きなものは好きっていうのが恥ずかしいことだと思ってるよね。月見バーガー美味しいよね、うん、グロ画像を見るタイプと見ないタイプ、いやだから見る見ないだったらいいんだけど、グロ画像大っ嫌いだわ、いや検索しなきゃ見らないよっつっても、いや気になるんだよね、病気じゃんただの、うん、自分の中で守備一貫してない、食いたいけど金がないからけなす、あだから俺はそうだと思うの、三島さんそうなんだよ、本当は食いたいのに食えないからけなすっていうか、自分のポリシーを保つためっていうか、例えば寿司なんて食うやつはゴミクズだよ、寿司嫌いなの？好きだぜステーキ食うやつは全員クズだ、ステーキ嫌いなの？好きだぜ、食えないんだぜ、スタバにいるやつは気取ってるわ、行ったことある？ないぜ、飲んでみたいぜ、お金がないんだぜ、ひねくれてるわ、ひねくれてるぜ、いやそういうことでしょ多分、そういうことでしょ、スタバのコーヒーが高くて飲めないんだよ、そうだけどそれは別に、いやスタバ飲んでみてえわ、でも金ねえんだよなっていう方が、そういやだからその例えばそのそう言った方が俺は好感持てるんだよね、なんか、いやワード俺はお前の放送好きだわ、だけど正直俺はお前みたいに自由にね、自由そうにやってリスナーに愛されて金もらって心の底から憎いとお前の生活が憎くて憎くて仕方ない、もうお前の放送大好きだ、でも花火も上げられないって言った方が俺はなんていいやつなんだと、大事にしようと思うでしょ、俺のアンチの例えで言うなら、例えばね、うん、そうそうそう、神戸牛食ってるやつなんかミーハーだよって、うん、本当は食いたいん、そうなんかその上から目線とは違うんだけど、ひねくれてるっつうか、そのなんつうんだろう、なんかそれはどうなのっていう、羨ましいのが羨ましいって言える方がかっこいいと思うの、うん、羨ましいから嫌いなんじゃなくて、それは自分のことを下げていってるだけだから、お前の人生何も変わんねえぞ、うん、と思うんだよね。好きなものは好きって正直に言ったりとか、嫌いなものは嫌い、羨ましいものは羨ましいって言った方がバネになるっていうか、自分を認めるところがスタートラインだと思う、うん、素直になれよ、そう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 、で素直じゃないとダメだよっていうか、うん、その自分に湧き起こった感性をなぜ否定するのかっていう、自分に返ってくるっていうのが分かんねえんだよな多分。おお。だから俺別に言うかんね、普通にテルシャンピンが羨ましいって言うじゃん、200万も稼ぎやがってって、俺の閲覧4分の1のくせに俺の4倍稼ぎやがってって言うもん、俺テルにも言うよ、お前羨ましいわっつってせやろって言われるけどお前ふざけんなよ、俺より4倍も稼いでさ、ああせやろーって、悔しいやろーって、もう俺は普通に言っちゃうね、いやお前ちょっと囲われすぎだろーって、半分よこせよって、俺はだけど普通に言う、テルにもドルさんにも言う、稼ぎすぎっすよって、うん、
でも負けは認めるよ。うん、羨ましいだろそれ。毎日毎日ホテル暮らしであんな豪遊しやがって。うん、伸びる余地があるっていうか目標に変わるじゃん。だってその方が、いや和道みたいに行きたいからなんかアドバイスくんねえかって負けを認めて言った方が俺は伸びると思ってて。俺だからドレさんディスったりするけど、格闘技のことでドレさんディスったこと一回もないでしょ。俺そういうところは結構しっかりしてて、ドレさんから教わりたいと思ったし、ドレさんに教わってよかったと思ってんの。女癖はどうしようもないけど、ドレさんの花火師さんに対して怒ったりとか、ドレさんのリスナーをディスったりとか、そういうお門違いなことはしないよ。うん、声が小さいやつは嫌いっつうか、わかんない。俺友達いないから。あんまり好き嫌いっつうか、他人に関心がないタイプかな。うん、びっくりするぐらいドライなの。俺が嫌われるのそこなの。あのね、これね、昔のリスナー知ってるけど、もうリスナー囲いほど、アンチ化するんだけど、囲いの方が100愛し、普通の人は100愛してくれたら100返すんだけど、俺本当にドライなやつで、100の愛情を持って接してきたもん2とかで返すの。全員に配るタイプなの。だからね、すごい、なんでこの人こんな冷たいのみたいになるの。俺ね、本当に、俺のこと嫌いなやつでも好きなやつでも本当に平等に扱うの。だから他人から冷たく見られるんだよね。俺に愛情が深ければ深いほど、それが全部憎しみに変わるっていうか。だから言ってんの、俺のこと愛すなって。俺に感情移入するな、囲うなって。もう絶妙な距離感で眺めてろっていうの。そう。俺はお前に対して愛情なんてねえっていうのは明確に毎回伝えてる。珍しいタイプでしょ。囲うなっつってんだよ。毎回言ってんだよ。俺に感情移入するな、感動するな、好きとかもいらねえって。もう金だけよこせっつってんの、本当に。本当そういうクズ野郎なんだよ、俺。うん、俺はだから好きですとか、応援してますとか、本当にいらないと思ってるから。リスナーの面倒なんて見れねえから、俺。自分で精一杯だよ、本当に。めちゃめちゃドライだよ。うん、川を漂うビニール袋を見る目で見てる。切ねえ、切ねえな。のんちゃんはリスナーじゃないからね。あの、俺の彼女だから。あのさ、よくそんな冗談シックスさ、のんちゃんと自分が同じ立場だと思ってるからそういうこと言えんだよ。あ、本当に勘違いも甚だしいぞ。本当にのんちゃんは別って、別に決まってんだろ。バカすぎるわ質問が。バカすぎるだろ本当にね。だからね、リスナーって毎日見てるから友達だと思ってんの、俺のこと。俺からしたら会ったことない人だから。どなたですかなの。あ、でもね、もっと残酷かもよ。のんちゃんのことで言うのはもっと残酷かもよ。なんでかっていうと、のんちゃんは知ってるけど、のんちゃんとリスナーどっち取るのっていうか、のんちゃんと配信っていう全体の話をすると、即答で俺は配信って答えるっていう、知ってるから、のんちゃんは。だからリスナー一人一人よりものんちゃんの方がはるかに大事だけど、配信こと配信ってなると、のんちゃんを捨てる男だっていうの、のんちゃん分かってるから。それは残酷でしょ。だからもうそのふっかけてこないもんね、のんちゃんも。俺はそれくらい配信は愛してるよ。でも配信を愛してるのとリスナーを愛してるのは別だから。リスナー個人個人は愛してない。あのさ、配信できなきゃ生活できないじゃんってさ、最近言うようになってるじゃん。それここ1年ぐらいの話で、俺食えてない時期から配信ずっとやってたかん、ね。
だから食えるようになったからそういう風に言ってるだけなんだよ。もう最近来てるリスナーの典型的ななんか煽り文句っていうかさ、配信しなきゃ生活できないじゃんっていうか、生活してたかんね俺普通に。なんで今更なんだろうっていうのはあるよ俺の中で。今だから言ってるだけでしょ。別に配信やって食えてんだから配信やるだろ。配信やったら稼げんだから。それをなんで配信やらなきゃ生活できないっていうマイナスに捉えるのかわかんねえわ。俺枠開いて喋ってるだけで稼げんだぜ。稼ぎたいから稼ぐに決まってんだろ。普通の感覚だよ、そんなの。意味がわかんねえわ。知らねえよな。ありがとう花火。いやいや普通のこと言ってるだけだよ。カッコつけてるとかじゃなくて、配信やらなきゃ生活できないっていう捉え方が分かんなくて、しげえよって。配信回したら金が降ってくんだよって。回すだろ。生ポは最低権利と言いながら、どういうこと生ポは最低。それあなたの考え方でしょ。あなたが生ポを受けなきゃいいだけじゃん。でしょ。生ポの話なんかしてねえよ今。リスナーが電気代水道代払えないじゃんってなっても、俺を誰だと思ってる、和道だぞで乗り切ってた。そうだよ、アイアム和道っていうだけで乗り切ってたんだよ。俺和道だよってずっと言い続けたんだよ。俺もよく意味分かってないんだよ。俺もよく意味分かってないけど、俺和道だよって言い続けたの。うん、オーンってで、リスナーもなんか雰囲気に飲まれて、ああそうかってなったけど、よくよく考えるとだからなんだよって話なんだよ。いや和道だよなって、うん分かるよって。でもその和道が食えてないんだよなって、いや俺和道だからっつったら、ありがとうアイテム、ああそうかお前和道かっつって、いやだけどお前和道だから食えてないんだよなっていう。冷静に考えると。団子さんどうもありがとうございます。そう、よくよく考えると俺和道だよの意味わかんないよね。俺もよくわかんねえわ。でもねなんかねしっくりくるんだよ、俺和道だよって。あーアイテムありがとうたくさん。だから何なんだって話よね。あ知ってるよって感じだよね。知ってるから見に来てんだよって。でもそういうのってあるじゃん、自分の中に。俺はどうだよって鼓舞するっていうか、知ってるわな。あでもね昨日最近夢をよく見るんだけど、今日ね夢でニルバーナなんだよ。すごくてワドツ、あのねパッて目が覚めたのが一つのフレーズだったんだけど、作る必要なんかねえじゃんって言って起きたの俺。あのね作る必要なんかないじゃん、それがそのお前は完成されてるじゃんみたいなニュアンスだったの。だから何かを表現する必要なんかないし、なんて言うんだろう、悟ったんだよね夢の中で。なんかねこういう風に努力しなきゃとか、こういうものを作らなきゃじゃないんだよ。もうね完成してるじゃんみたいな、そのそこにあれみたいな、そこにあれって感じだったの。お前は、わ俺のことね、その泣いたり笑ったりとか無理にすんなみたいな、お前はそこに立ってるだけだよ、お前なんだよみたいな。なんつんだろうこれ、なんつんだろうな、すげえ悟ったんだよ俺。もう
そのまま努力すらするな、もう無理、何もするなみたいな、何もしなくてお前はそこにあるみたいな、なんかすごい感覚で起きたんだよ俺朝で。暇だわ、退屈だわってなったんだけど、なんかね朝悟ったのよ今日。もうなんか無理する必要なんか何もないっていうか、もう生まれた瞬間に、なんつうんだろう、生まれた瞬間に完成してたわみたいな、そこに気づいたわみたいな、なんかすごかったよ今日の朝は俺は。俺はどうだよ、なんだろう、その無理をしなくていいっていうか、もうありのままで大丈夫なんだっていうことに気づいちゃったみたいな、なんつうんだろう、そういう変なね悟りがあったね夢の中で。今年のサンマの水揚げ量は今年の18トンわかんないけど、なんか水揚げ量が少ない、サンマが高騰。はい、わざと朝からそんなこと言ってた寝起きで俺は飲んだり何を言ったかって言ったらね、今年のサンマの水揚げ量は例年に比べて大変なことになってるよって言って目覚めたからね飲んじゃうへーってなってたからねすごくない、寝起きでだよ。そう、寝起きでブワッて起きたら、のんちゃん今年のサンマの水揚げ量昨年は3600トンだったんだけど、今年は1800トンだよ、おはようっつったからねすごい朝だよ、ね、サンマの値上げについてかなって。いやいや、なかなかな目覚めでしょ、なんでなんだろうね、細かい細い男だよいや、サンマなんだよ。そう、今日のおかずはサンマの唐揚げだったんだのんちゃん、なんでそうやって起きたかっていうと、俺のんちゃんが電話しててスーパーに、すいません、サンマの取り扱いは何時からでしょうかってずっと隣でスーパーに電話してんので、多分それ聞こえててブワーってなったんだろうね。で俺は夢の中でお前はお前でいいみたいな感じでふわーってニルバーナになってファッて起きて、のんちゃんサンマの水揚げ量はって、よくわかんないよね、よくわかんねえよな、人生ってよくわかんねえよな。トレビアから入るか、マルコビッチの穴？あ、見てないな、マルコビッチの穴。多分俺好きだよな、あの作品。はい、ワドツ。暇だかんね、退屈だかんね、寝てるね、よく寝てるね。
やー、退屈との戦いはきついよな、本当にきついね。夕飯は食ってない、朝飯だからサンマの唐揚げと天津飯でご飯半分残して、なんだろうな、なんなんだろうな、本当もうなんかそのやり尽くした感はあるよな。いやもうね、なんかやり尽くしたっつうか、もう全部知ってるわってなってて、知らないやつに会いたいんだよね本当に。スケボー乗りたいね、なんかこううわ、だからその石野とか浅井さんみたいな新しい、もう浅井さんも正直大体分かってきたから、石野も大体分かってきたんだけど、こいつすげえなってやつに会いたいよね。うわもうすげえわっていうか、5000年ボタン知ってるよ、思考実験でしょ。いや凸っていうかね、もうなんか会いたいよね、そうとんでもないやつに、とんでもないやつに会いたいよね。なんかもうとんでもねえわっていう。とんでもないやつはとんでもないことしないと出会えない。いや、オラワクワクすっぞって名言だよ。バトルジャンキーでしょ、ドラゴンボールの悟空って。シークレットありますか？シークレットって何？シークレットありますか？どういうこと？俺、秘密があるってこと？秘密なんかねえよ。ほらワクワクスーツはかっこいいよな、楽しそうだもんな戦うのは。ね、近くにいたいの。観客みたいになってか。したか、出してあげて、こっちちょうだい。ふわっちシークレットがよくわかんないわ、な何を言ってんのかわかんないわ。釈迦は嫁じゃなくて女だからね、婿探しでしょ。出してあげて。いいからいいから。さか。最近発情すごいよな、もっと近づけてあげて、もっともっとグーって。いやーシャカのんちゃんだから攻撃しないで、シャカ、あー機嫌悪いね、バカになっちゃった。いやプルプルしないでシャカね、あ俺じゃないと無理かな。シャカのんちゃんのところ行って、ピッピッピッじゃなくて指こうやって、シャカ、あー攻撃すんね、シャカおいで、俺がいいのか、俺ドア反対側だからシャカのんちゃん経由でお願いしたいんだ。のんちゃんに乗って、うん、のんちゃんに攻撃するね、なんだろうね、俺がいいんだろうな、
坂坂って呼んでるよ坂。気難しいんだよね。こっちに行きたいんだけどね。坂俺には攻撃しないもんね。坂向こう側行って。向こう側。いやいや、もうバカなの鳥だから味方と敵がよく分かんない。気分屋だからな。こっちが隠してみようか。外に出てみようか。だから、外ね。なんかやりてえな、本当に。見せても出そうかな、マジで。店やろうかな。何の店だろう。お、来た来た。うい、来たか。いで。はい。うん。ご機嫌になった。みんなこの無限に退屈な人生を何をやって過ごそうとするんだろう。すげえ退屈だよな。なあさ。同じことも繰り返しだよね。気が合うやつと連絡取ったり一緒にどっか行く。
いや、びっくりするぐらい友達いねえんだよな俺。石野ぐらいじゃない。でも石野は俺は知り合いだって言われたよ、ただの。友達じゃないって言われたかも。バガありがとう。すごいよな。ただの知り合いだって言われちゃったから。まあそうでしょう。河本ひろとが言ってたよ、ね、なるべく小さな幸せと。あ、まあまあ、だからそうそう、何かをしたらっていうわけじゃないんだよね。うん、そうなんだよ。手のひら気に入ってる。のんちゃんが発見して俺も真似してみたんだけど、のんちゃんのね、手のひらの中にね、なんかすごい安心してリラックスしてたから。あのさ、仕事やるとかさ、なんかバカが言うんだけど、俺働いてっかんね。あの、俺配信プロなんだよ。あ、バカどもよく聞けよ。あのさ、プロ野球選手に対して働いた方がいいよ、なんか営業とかやってみないって言う？プロ漫画家とかに働いた方がいいよ、アルバイトでも始めてみたらって言うか、お前ら。俺これで飯食ってんだよ、何回も言うけど。なんで働いてない設定なんだよ、バカだろお前ら。俺プロなの。あの、ガチの話をすると、働いてない人だとなんで勘違いをするのかよくわかんねえわ。アホすぎるだろ。仕事してんだよ。そう思わない？そう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 。そう、変化がないのが辛いっつうか、ほら刺激ジャンキーだから、俺なんか特に刺激ジャンキーだからさ。のんちゃんと家庭作れば。いや、家庭作ってるけど。ペワード2、アイテムありがとう。いや、家庭作ってるじゃん。のんちゃん、暇。始まった。いや、始まったっつうかずっと暇だからね、起きてから今日。え、出かけたじゃん。いやいや、歩いただけだもん。え、のんちゃんさ、あのドッグラン連れてったけど24なんでしょ。俺フィリップ、ライラだっけ犬は、うん、ライラと仲良くなる、うん、じゃなくてライラとドッグラン行こうよ。真っ暗だよ。真っ暗なの。ね、でも犬走るでしょ。犬は走るけど真っ暗だよ。ね、だって走り終わったら終わりでしょ、うん、俺も走る。じゃあライラと一緒に俺走るわ。それ怖がるからダメ。じゃあ別の方走る俺、うん、うん。ズボンに釈迦のうんちはついてないかな、うん、また始まったって。だって毎日退屈なんだもん俺。病気だね。いや病気だよ、うん。小学生の夏休みに
え、それはよくわかんないけど、その例えがよくわかんないけど、なんか俺も犬と一緒に走り回りたいわ。囲いの中で、囲いの中でも何でもねえ。さあスマートフォンだよそれ。なんでこの時間ってなるよね。あ、これこれは限定品だね、うん、これ限定品だよ。朝早くとかじゃない、朝早くか、うん、あーもう100万円ぐらいリスナーくんねえかな。そう、誰かさ100万円ぐらいくんねえマジで100万円くんねえ今からマジで。ネタでも何でもなくて俺の退屈吹っ飛ばしてくれるやついねえかな。100万ぐらい、なんか100万もらったら吹っ飛ぶでしょ。いねえかな超大金持ちで100万24時間使い切れるのか企画。100万使い切れっかな1日で。車買ったら100万あったら何する。ベルルッティまず行って三越行ってオールデン買って、それでも35万ぐらいか。100万って使えねえな、すぐ終わんないわ。俺使い方わかんねえわ。うん、池上さんが家賃100万あげてた。へえ、すごいね。トム・ソーヤ池上ってそんな金持ってんだ。へえ、大型テレビ必要ねえな。え、もう4時間枠終わるんだ。誰か100万くんねえかな。100万欲しいな。ちょっとじゃあ100万円くださいっていうタイトルで放送やってみる。誰かくれっかもしんないよ。え、貯金全額なんで開けたんだろう。大丈夫それ後で揉めないの。泣け出しの貯金を全部深夜中に払うってなんか詐欺の匂いがプンプンするんだけど、大丈夫。100万円いただけませんかっていうタイトルでいいですか次。誰か100万円くださいっていう。それはタイトル的にセーフ。え、ダメなのかな。100万、じゃあ花火を100万円で換算するといくらだ。花火100万円だから200万発違うな。ちょっと待って、花火1、10、100、1000万、10万、100万割る500円は花火2000発か。大したことねえな。いけるな、いける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 。花火2000発、花火2000発待ちやろう。花火2000発、花火2000発枠、花火2000発枠やろう。いけるでー。花火2000発頑張ります。よしやろう、決めたわ。花火2000発もらうわ、うん、頑張るわ。花火にいけるっしょ俺なら。あ、ミカボブロックしちゃったわ俺。昨日ブロックしちゃったわ。ブロック解除しとこうか。ミカボブロック解除しとくわ。ミカボ頭に来たからブロックしちゃったんだよね俺。あいつ俺に花火投げねえから。そう、ブロック解除しとこう。ワンチャンあるかもしんないから。ブロック解除しときます。花火2000発枠で花火じゃなくて今くれるの。マジか。マジか。ミカポもブロック解除して、マジか、今くれんのか。すげえな、間違えちゃったな。ありがとう花火寄せみてさん。え、でもなんかね来そうな気はするわ。なんか
今日はいける気がする今日はいける気がする。本物見が奥ゆかしい感じの人なんだいや、みかぽさんは俺は本物会ったことないから分かんないけど、どれが本物かもよく分かんないし、本物のみかぽと偽物のみかぽがよく分かんないから。のんちゃんお茶入れて、花火あげらんなくてごめん、あの謝んなくていいからアイテムちょうだい。半額半だ、謝っても何も生まれないから1円でもいいからアイテムくれ。ウーロン茶がいい。花火をあげるか、あ、コーヒーちょうだい、ナイス。いやもう伝説作ろう、花火200発は、はい、ありがとう、いいね、ナイス。いや花火2000発もらおう。いやもうそろそろ俺花火2000発ぐらいもらってもいいと思うんだよね。もう100万いってもいいでしょ。花火2000発。あ、ゴロリじゃん。だって花火もらうためにやってんだもん。裏方のくせに出しゃばんなよ、この野郎。プレイヤーは必死なんだよ。裏方のくせに出しゃばんなよ、ほんと。ほんと人のイベントにちょいちょい出て、缶ビール売りやがって。お前、配信で食わせてもらってる身だろ？配信者のケチつけるっていうのはどういうことだよ。出したのか？マジで？え、100万円くれんの？本当に言ってんの？本気で100万円くれんの？寄せ見てさんが？いや、食わせてもらってるだろ、ゴロリ。ふざけんなよ。知ってんだかんな。ペンジョ太郎、石川のりゆき、みどりさんに、月10万ずつもらって台本書いてるって噂だぞ。全部神回お前が書いた台本だろ。知ってんだよ、こっちは。あばがありがとう。ゴロリめ、いい台本書くかんな台本作家だかんね、本当に台本、うん、ゴロリはいい台本書くんだよ。全部神回だ。ゴロリが裏にいるときは全部神回だから。今ね、多分ね、小島を多分押してるんだと思うよ。小島グランプリの影にゴロリの匂いがするもん。小島グランプリが閲覧、え、引っ越してないよ、俺。引っ越してない。あ、そっか、ゴロリさん来た時何もなかったかんね。今もう棚とか、ゴロリさん来た部屋っすよ、これ。今、ここに漫画棚を置いてるんですよ。ついたて。部屋の真ん中に。だから引っ越したように見えるだけっすよ。みっちりっすね。漫画オタクなんで。大好きなんで。下でごめん、うん、じゃあ花火2000発え、来、あ、そっか、あの時ブロック、あ、そっか、割れたんだ、そうだ。え、ていうかさ、ゴロリさ、あの俺さ、何さんだっけな、ていうかさ、あのゴロリさ、あの FC2 のさ司会、俺なんで、俺お前のせいだかんな聞いたぞ俺、 FC2 のあの公式の試合、あの司会小島にね反対したでしょ、あなた。俺の名前も上がってたって聞いたよ、俺。その業界の人から。頼むよ。本当に。俺、あれでチャンス逃したんだから。なんで小島に、知らない？あれ？ゴロリ噛んでない？あれ？違うのかな？まあいいや。ごめん、なんか。関係なかったかもしんない。下か、頼むわ、のんちゃん。え？いいの？一緒にいんの？さ、わかった。じゃあ、のんちゃん、反対。あ、噛んでないの？なんかあれって、小島グランプリか和道かっていう案になってて、で、微妙だったって。俺は和道を押したんだけど、小島になったんだよって。で、反対したの絶対いいよ。俺、ゴロリさんだと思って。あ、関係なかったんだ。ごめん。あ、そうなんだ。いや、小島押してたもん。ゴロリさん昔から小島グランプリ押してたから。あ、でも、あの喧嘩本当だったんだ。一回めちゃめちゃ、めちゃめちゃ切れてたからね、うん。あー、暇だわ。花火もらおう。花火、こじろ。のんちゃん、ちょっと待っててね。美味しいもん食べさせてあげるからね。こじるから、今から。
はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。閲覧数が、トータルが、2393名、159名のアクティブ、4時間配信でした。次枠はこじります。お疲れ様でーす。その件で小島がポンコツすぎる。あ、聞いたんだ。いや、すっごいらしかったね。あれはでも切れてもおかしくないわ。本当に、AV 女優にちょっかい出そうとするわ。寝ばっくれ寝坊はするわ。すごかったって聞いた。いや、俺やりたいよ。俺はやりたかった。うん。あれ、ギャラ3000円なんだ。いや、でもまあ、金もらったら仕事じゃないですか。うん。いや、俺はやりたかったっすね。ていうか、ゴロリさん、フワッチやればいいのに。なんでやんないの、配信者。よくわかんねえわ、プロリス。じゃあ、お疲れ様です。次枠いきます。皆さん、ありがとうございました。お疲れ様です。次枠いきます。素敵やん。くんくん。素敵やん。あ、会社に怒られた。あ、まだ生ポ受けてるくせに、まだ働いてる設定なんだ。まだ言い張るんだ。まだ働いてる。本当はね、生活保護のくせして。まだ言うんだ。守るね、設定を。プロリスだわ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。